ギャラリアも特別番組ジグソーパズルを完成するまで帰りません。よっ、世なのか世なのか、確かにね。いやすごい、頭を抱えて絶望するべきだったかもしれない今。いやびっくりしましたけれども、はい、皆さんこんばんは。アルゴナビスボーカル担当七星蓮役の伊藤正弘です。よろしくお願いします。やっていくぞ。そして、はい、皆さんこんばんは。ジャイラクシアボーカル朝日奈由太役担当の小笠原仁です。よろしくお願いします。仁くん、何もよろしくしたくねえ本当に。いやだってね、始まりましたこの番組、タイトルからしてヤバそうですがっていう台本がヤバい。台本がね、ヤバいこと認めてんだもん、だって最初から帰れないって言ってるけど、まあ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 、僕はねこの台本に沿う気はないですよ。俺は一瞬で終わらせて帰る。結構パズル経験がねないのかい。一度もやったことはないパズル、ジグソーパズルなんてものは。いや同じく記憶にねある中では。そう、もしかしたらね、ちっちゃい頃さ、なんか何か手伝ったりとかしたことはあったかもしれないけど、はいはいはい、まあ、物心ついてからはないじゃない。でも、ね、ないよね、謎の自信だけがある。すごいよ、ちょっと発揮して。発揮する、楽しみにしてる。俺だけ先に完成させて帰るから、勝手に。ありなの？じゃあな、七星っつって一人帰る。ありそうだなこれいやじゃあね、伊藤はね伸ばし続けたいと思います伸ばすなということで、この番組ですが、どういった番組かと言いますとですね、7月4日土曜日から8月9日日曜日まで開催するバンドリー&スターライト展 in ギャラリーアーモに、書き下ろしのキービジュアルを使用した、ジグソーパズルを展示いたします、うん、そのジグソーパズルを僕伊藤と、小笠原の仁くんで完成させていくというね、それだけの番組です。それだけの番組って書いてあるって書いてある。そう書いてあるね。でね、ちなみに今回、はい、パズルなんですけど、うん、315ピース。315、はい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 、結構多いのか少ないのかちょっとよく分かんないんですけど、なんかイメージ的には少なく感じるけどね。で、なんか1000とか、そう、そんなイメージあるよね、初心者だから分かんないけどね、うん、なんかそんな感じありますけど、今回は楽勝じゃないか、うん、315ピース、はい、そしてね、見ての通り、ソーシャルディスタンスをとって、うん、2人仲良く作業していきたいと思います。画面おもろいもんね、すごい端と端、遠すぎ仲悪すぎ悪すぎだよね、めちゃくちゃ遠い、真ん中にバリアあるしさ、すごいよこれ。いや面白いですけれども、ね、これを僕らが半分でやるんだよね、うん、そうなの、うん、でね、半分にして150ピースごと作業をして、うん、最後にこう合体させていくっていうね、余裕やん、あの流れにしたいと思います、うん、ということで、基準値なのかな、はいはい、時間があるんですけど、通常だと315ピース2時間で完成するそう、うん、2時間、うん、ってことは僕ら一人一人だと大体1時間ずつぐらいできちゃうっていうことだね。ってことかな。あ、でちょうどぴったり終わりそうなんですけど、スタッフさんからですね、こんなものを渡されました。あー、もうやだ、帰りたいなすでに、うん、なんか入ってますけど、はい、チャイムが鳴ったら、このお台箱から引いて、そこに書いてある内容を実行しないといけないということで。ほう、ちょっと何が入ってるか恐ろしいですが、本当に怖いね、ちょっと怖いね。 だってスタッフさんが妨害を全力でしようとしてるってことでしょ。そう、いや恐ろしい、ハッシュタグの通りなんだけど、これを先に行くと、あのご褒美がプレゼントされるっていう。あ、対戦ってこと？そう、まさかの対戦なの。はあ、なるほどね。そう、ということでね、ご褒美がもらえる。ご褒美、よろしいですか？あ、なんかすごそうなものが。ありがとうございます。はあ、マジかマジ待って、それジョジョ園の焼肉弁当。うそちゃんといい夜ご飯じゃん。もうすごいいい匂いが、匂いがマジで隙間から来てる。え、夜ご飯食べてないよね。食べてないよ。え、本気で勝ちに行く理由だけれども、なんかリアルすぎるな。でもこっちに先に渡されたということはさ、どういうこともうこっちでいいんじゃない？いや、あの企画を考えて俺何のために頑張るんだよ。はい、ありがとうございます。ということでね、ご褒美があるので頑張りましょう。はい、はい、早速、作業に取り掛かりたいんですけれども、うん、その前に、バンドリー&スターライト展 in ギャラリーアーモとは、何ぞやという方も多いかと思いますので、うん、改めてご説明したいと思います、うん、ではこちらをどうぞ。はい、バンドリー&スターライト展 in ギャラリーアーモですが、7月4日から、8月9日日曜日まで開催されます、うん、なお、7月20日、20日月曜日は展示会を行うため、休館日となっております、開催時間は平日が12時から20時まで、
土日祝は10時から20時までとなります。場所ですが東京水道橋の東京ドームシティ内にあるギャラリーアーモにて開催されます。続いて入場券についてです。今回新型コロナウイルス感染拡大防止のためソーシャルディスタンスの確保をお願いしております。そのため時間制の入場制限を設けさせていただいております。入場券は2種類ございます。まず音声ガイダンスがアルゴナビス1種、バンドリー3種、少女歌劇レビュースターライト1種の合計5種からお好きな組み合わせで3種聴ける AM チケット、こちらは10時から12時までの1時間ごとの枠で入場いただけます。そして音声ガイダンス5種の中から1種お楽しみいただける PM チケット、こちらは12時から20時までの1時間ごとの枠で入場していただけます。 AM チケットの音声ガイダンスのみ、アルゴナビスは特別仕様の音声ガイダンスとなっております。続いて入場券ですが2回に分けて販売予定となっております。7月4日土曜日から7月19日日曜日までのチケットは6月20日土曜日正午からの発売を予定しております。7月21日火曜日以降のチケット券売につきましては後日お知らせいたします。なお完全予約制となりますのでご購入をお忘れないようにお願いいたします。そしてですね入場特典ございます。洗えるマスク全6種の中からこれすごいすごいですよね、うん、1枚プレゼントいたします。加えてアルゴナビスでは入場特典として新作のボイスドラマを特製ミュージックカードにてお渡しいたしますということで、うんうん、マスクがこちらに、届いております。でんでででででんということで結構ね薄いというかあのいい具合に薄くて夏でもねうん、ぴったりって感じなんですけど、なんかひんやりする感じの素材だよね。ね、ひんやりマスク感がちょっとありますが、これ6種あるんですけど、うん、なんとあの好きなマスクを選んでいただけます。いやすごい嬉しい。しかもアルゴナビスってねちゃんと書いてあるし、ね書いてある。もうこれ入館前にこうもらえるっていうことはさ、うん、こう来たけどあマスク今日ちょっと忘れちゃったよって人もこれをつけて入ることができるというね、すごいとてもありがたい、ね、仕様になってます。これはゲットしてほしいですね。お願いします、うん、続いてアルゴナビス展の展示内容をお送りしたいと思います、うん、こちらです。まずは来場者の皆様をお出迎えするエントランスからご紹介したいと思います、うん、まずエントランスでは書き下ろしキービジュアルを使用した横3メートル縦2メートルの巨大ビジュアルが登場です。でかい。そしてこれから作るジグソーパズルも展示しますよ。なんだって隣にいいんですか確かにね、いいんですか僕たちのもしかしたら完成してないかもしれないから飾る時点でそれもあり得るよね。2ピースだってね新一がツイッターでさ、ね、2ピース抜いておくって言ってたから、もしかしたらね2人の顔だけないかもしれないでもねそういうことを言ってるとね、うん、あの今回僕たちですけど、うん、みんなに回ってくる可能性もありますからね。確かに ね今回だけじゃなくても確かになんかあるかもしれないのでその時は僕たちも必ずピースを抜きたいと思いますそうだ ね、はい、続いて、展示コーナーです、こちらはですね、アニメの振り返りコーナーと、として作中に登場したあれやこれやを展示いたします、うんうんうん、なんだろう、何が登場するかは見てのお楽しみに、うん、そして、ライブ衣装の展示も行います、セカンドライブの衣装を展示いたしますのでこちらもお楽しみに。なお、7月4日土曜日から7月19日日曜日はアルゴナビスを中心とした展示、7月21日火曜日から8月9日日曜日はジャイロアクシアを中心とした展示となります。ぜひお楽しみに。詳細はバンドリー&スターライト展 in ギャラリーアーモ、ブシロード特設サイトをご確認ください。お願いします、はい、ということですね。それでは一通りギャラリーアーモ展の説明が終了しましたので、あっぱすんだがね、やるよ。やりますか。やるよ。この中に入ってるってことだよね。そうだね。これ半分ずつ。これ用意どんだからね。これ戦いだから。確かに。これ用意どんだからね。なんかこんなのほほんとした気持ちで戦いすることないね、あんまりね。のほほんとしてないよ、俺は。してないの？俺ピリピリしてるから。ピリピリしてんの？ボコボコにする気満々だから。どうした？いや、俺20時半には帰るから。いや、あと20分だよ。どんだけ上級者なの？でもなんかできる気はするから、ちょっとまあ楽しみですね。人生初ジグソーパズルなので。そうだね、うん、それじゃあ早速作っていきますか。はいはい、じゃあ用意スタートですね。おらー、うわーいやいっしゃー。あ、でも意外と少ないな。なんかね、全然いけそうな気がする。これちゃんと中に入っ
残りがないか。ちょっと待って、ちょっと待って。多分だけど、多分だけど、これはね、さすがに端、あ、なんかくっついてる。これまず表にした方がいいだろうな。さすがに端なんじゃないのかな。でも表と裏が分かんない。こっちか。表と裏分かんないやばくない？なんか一個つながってるやつある。それは分かって。あ、これはね。白がさ、その段ボールの色かみたいな。あ、なんか何とも言えないね。みたいなところがあるんですけど。でもさ、これさ、た、ん？え、これやったことないけど、さすがに一番端から攻めていくのがさ、セオリーでしょ、多分。いや、そうだよね。だって4分の4からね、3択になるってことだもんね。うん、まあ2択かもしれないし。キャラ絵とかこれ角っぽいな。ちょっととりあえず置いてみよう。明らかにはっきりした見た目のやつとかを取り分けておくのが多分大事なんだよね、これ多分。ナユタくんの顔周り、顔周りの。これアルゴナビスプロジェクトって書いてあるから、多分なんかどっかの下の方だよね。ていうか元絵をさ、ちゃんと覚えてないとやばいよね、これ。やばい、やば、やばいよね。あ、完全にこれもう確定のやつが来た。端っこだわ。レン君の顔が来た、ね、顔から作っていくの楽しそう。マジで、うん、そうなのかね。でも分かんないんだよね、どこからさ最初普通やるもんなのかを知らないから。マイルールでいいんじゃないこれ。マイルールか。いやでも勝つためにはね、そんなこと言ってられないんだよ。効率が一番大事だから。まあ確かにね、おそらくこの。でもやっぱ過程が大事なんですよ。なるほどね。その自分が納得する形ってこと。そう、どういった気持ちでパズルを作りたいかっていう話ですよ。虚無でしょ。いや虚無なんて言うなよ。虚無だよ多分。過程を楽しもうよ。何そのパズルの間に何出会いがあるってこと。あ、お前とお前繋がるのかみたいな。そう、ないな、分かんないけどさ。多分ないな、俺。いや、そんなバッサリ行くの。そんな気持ちはない。気持ちある。あ、お、いいね、いいね。フロムバン、フロムバンが来た。え、これもこうだね。え、俺アルゴナビスもう固まってるよ。お互いにあれか、文字でちょっと楽なのはあるんだ。あるね。じゃああんまりそこはアドバンテージにはなりえないな。なりえないね。待て、これなんだ。あ、ここじゃない。あ、え、すごいんだけど。これ文字だけど何の文字なのか分からん。どういうこと。え、なんか文字が書いてあるけど、うん、なんだこれ分かんない。どういうことだ。あ、でも確かに顔から攻めるのありかも。でしょ、分かりやすくない。なんか迷うより早めにこれ。ほら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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、なゆたくんがね、組み上がりつつあるな。めちゃめちゃいいよ、これ余裕だよ。意外と余裕だね、うん、これこれ、まあ、30、うん、いけるかもね。俺はね、目指してくから、うん、20分目指していこう。半に帰るのを目指してる。あと20分近くね、ま、指輪、ごめん、ごめんなよ。ここら辺か。人差し指の指輪が邪魔なんだ。俺本気でやる。なんだこれは。手か。おー、なるほど。あ、なんか惜しい気もすんだけど、わかんないのは。ちょっと待って、これさ、とりあえず置いとくのがいい、うん、すごい気になるんだけどさ、これ見てる人何を見させられてんだろうね。いや、どうなんだろうね。すごい感情が気になる、これを見てる人たちの。どういった感情でしょうか。おそらくここにはまるのかな。え、あ、待って、これ力づきつくすぎる。なんかはまってるこれ。あ、でもはまるか。あ、はまったはまった。あれ、どこにいんのこれ。ど、え、ここどこ。あ、ここどこじゃない。やばい、積んだ。どうした、わからなくなっちゃった。大丈夫だよ、焦らず。いやいや、戦いだからね。なんたって上場にかかってっからな。まあ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 、ダメよ、まあね、そこは頑張んないと。よしよし。これさ、ジグソーパズルってさ、うん、あれ、なんか違う、体が変になっちゃった。体が変になることある。これってさ、一つとして同じ形のパズルはないってことなのかな。一つとして同じパズルはないんじゃない。ないのか、さすがに。だってあったらすごいことになっちゃうよ。まあ、そっか。いや、なんかさ、完全にその白一色のさ、いいね、いいね、はい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 、なんかやつとかはさ、うん、なんか大体が効いちゃいそうじゃない、その代わりになれちゃうみたいな。ないのか、さすがにそんなのは。まあ、たとえついたとしても、後々のさ、その他の、なんだろう、面でさ、これ合わないなって判明していくから、多分いいんじゃないかな。マジでジグソーパズルをここの2人は知らなさすぎるね、いくらなんでも。それね、マジで知らない。いや、でもなんかハマるのは楽しいっすね、うん、なんか、そうね。あー
ぶち壊れてしまった。これ持ち上げるとき気をつけないと。持ち上げるのパズルって。えそのさ、この紙の上になんか外で作っちゃってたね今。そういうことか、そういうことか。フロムバン、あれなんかここら辺なんかなんか、あこれドリームのドラだ、ドラD あたり、ドリームのその D と R のね破片がいる。ドルがね、なんか全然つながりがないな。これあるでしょってこれさ、どうしたどうした、もしかしてちょっと難しいのかな。どうなんだろうね。待て、文字これでしょ。最初もう体から行くことにしたよ。え、なゆたくん体ある？そんなことある？体消失してるよ多分彼。体消失やばくない？あんのか体。でもなんか胴体完成してきたよ。本当に？本当本当。ま、あいいじゃんいいじゃん。橋本？意地悪した？橋本意地悪してない？大丈夫？いいかもいいかも。なゆたくん体溶けてない？溶けてないよ。あれ？これ何？どこだ？ここら辺か？あ、ドゥの上か。待って。D R ってことは。はい、ドリームの M がありました。あら。勝ちました。でここにこれがつながると。ね。はい、勝った。よし。ここら辺がね、これなんか体の一部だと思うんだけどね。そう、なんかさ、これじゃあどこっていうのが多い、うん、ね、粉々だよね、結構。つまりどこ、あ、うわ、ここか、来た、勝ったね。勝つの早いな。何回も勝ってるの俺。間違いない。待って、これ文字結構上か。溶けた。溶けない。溶けた。溶けない、溶けない、謎が。だ、あ、そういうことね。ほら、はいはい、神でした。すごいな、簡単に神になるな。神のね、ハードル低がちだから。低がちだね。これはどの位置なんだろう。いや、わかんないのは。一応体に関してはここにね、パネルがいるからね。そうね。こう判断つくっちゃつくんですけど。え、でもさ、そんなことないか。何？そんなことないか。いや。いや、わかるわかる。なんかね、その気持ちわかるんだよ。なんかね、なんか、え、ここに君来なかったらじゃあこの先どこに出るのみたいな存在がね、いるんだよな。ね、ここが一番幸せになれる場所だよみたいな。幸せになれる場所なんだよな。ね、本当に肯定してくれた。あるあるある。でもそれは、ね、俺もね、今ね出会ってるわそいつに。お前どこだマジで。こいつね、見えないと思いますけど、重ね合わせてね、幸せになれる場所を求めてこのピースは行くんでしょうね、知らんけど。適当になってきた、いいね。分かった、これ端からじゃないんだな。端からじゃなかった。マジ？分かった。だって端のピース白すぎるもん。確かに。どいつもこいつも分かんないじゃん。判別できないね。なんかさ、ツイッターで、モニシーさんがさ、うん、昔そのミルクジグソー、なんかその全部白みたいなやつをやったことあるみたいなツイートをさ、されててさ。マジ？調べたらさ、本当にあの土地狂ってる。どういうことどういうこと。いや、もうだからさ、その絵で判断できないから、うん、そのこれがどこがどことか。あ、なるほどね。だからもう本当にその形だけと、何、直感で行くみたいなさ、やつをやったみたいなツイートされてた。あれすごいなって思った。悟り開けそうだもん。それでできるってことだもんな。だから多分知恵道を吐きながらモリシーさんやったんだろうなって。やばい、あれはちょっとさすがにやばい。あ、足の判別がつきません。あ、分かった、この謎の白はこれでっかくアルゴナビスって書いてあんの。なるほどね、やっと理解したわ。俺元絵をリサーチしてなさすぎ問題出てきたか。ジン君、何ですか。終わらない気がする。もうなんか限界来た。限界来ちゃった。限界来た。マジで限界は来ないでよ、まだ。なんかね、スニーカーって、はい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 、はい、スニーカーってさ、今足につけたの。スニーカーなんて簡単じゃん。いや、スニーカー簡単なんだよ、うん、足めっちゃ短かった。もしかして、結構敵をよく吸い込むあの子みたいな。そうそうそう、そんな体験になっちゃった。マジかよ。レン君はさすがにいいぞ。比率がね、すごいいいのよ。ちょっと見たいな。遠すぎて見えない。あ、でも
足のかけらがめちゃめちゃいっぱいあって、足のかけらってワード面白いねそうなんだよな、足のかけらが、足のかけらがないっぱいあるんだよ。あー、足のかけら増えだした俺も。でしょ。なるほど、これが足のかけらか。そう、足ばらけてるな、確かに。めちゃめちゃばらけてるよね。やば。でもね、どうするこれ。え、もう、え、どうする。なんか全部一緒に見えるんだけど。お手上げ見えてきたな。全部一緒。お手上げ、あ、え、違った。え、なんか足いっぱいあってさ今。あ、これがくっつくのね。は靴長くね待って、そんなことある？こんな靴存在する？存在するんだ。え、足いっぱいあってさ。あるね。え、ま、足こんないっぱいあるっけ？なんか思った以上にあるよね足ってこんなたくさんの要素から構成される物体だっけ知らないんだけど。全然わからんだ。え、あれ、足太くなっちゃった。あれ、ん、なんか、あ、これか、こうか。あ、こうだ。よし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 。え、君は誰なのなんかすごいなんか哲学的なアニメっぽいセリフだねすごいな。君は誰なの。ここ、ここ、うわ違うよこれ。アルゴナミスの文字を構成するやつだ。これ悪い子だな。わけわからんもん。恐ろしいねこれ。これ恐ろしいわ。あ、でも巣のかけらは見つけた。巣のかけら、美もあった。ビビビビビビもあったでしょ。あ、でもそれ、そのかけらも5もあったね。そんなサクサク見つかる、すごいね。アルゴビスになっちゃった。アルゴビスあ、アイ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 はまっすぐだから。はいはいはい。カメラ下でこれなでしょ、これなでしょ、これ、あ、今、あ、君カメラの下に持ってったのね。なになになに、カメラの下で今組み立ててるのね。あ、ほんとだ、すごい今いい場所で。え、じゃあ、俺もじゃあそっち側にちょっと移動してみようかな。どうだろう、この位置で。これなんだろう、これなんだろうね。わからんちや。これね、見えんもんな。ね、これなんだなんだ文字を探していこうね。文字を探していってさ。そうだね、ちょっとずつやっぱこうね。あ、これやつだ。え、違うじゃん。今ジン君のことさ励ましてると思うんだけど、うん、って聞こえると思うけど自分は、うん、励ましてんだよね。なるほどね。そう、奮起させようとしてんだけどね。そう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 違うんだこれ。ん、これさ、背景が赤いせいでさ、うん、あのなゆた君のさ、あの T シャツの色なのかさ背景の色なのかが分かんない。分かりづらいねそれは。お、奇跡的にハマった。ここか。なるほど、素晴らしい。勝ったな。何回勝ってんだよ定期的に勝ってかないとね、人間やってられないから。そうなの。そう、俺はこう意識的に勝ちをね増やすようにしてんだよ。うわ、大事だね。びっくりするぐらい適当言ってるわ今って。何、本当にさ、うん、もうないんだよね。アルゴナビスロストした。これアルゴナビスの S、 これなっぽくない？ V、 V か。これなっぽいわ。なっぽい、なっぽい、あ、なっぽい、なっぽい。ブイブイブイ、聞こえない、聞こえない。チャイムが鳴ったけど無視します。全然聞こえない、全然聞こえない。そんな、分かったよ。なんでチャイムなんだ。お題聞いて、なんだっけ、その中から出てきたものをやるっていう話なんですけど。もうさ、そんななくても終わらないかもしれないのに間違いないよね君が弾いてる間僕進めます。ちょっと弾きます。どれだ、これチャックあるからここら辺だろ。これ、なんで違うの、なんで違うの。あー、やばい、破壊される、崩壊する。お、いきます。はい、レン・ナユタに何でも聞け、七星レン・アサヒ・ナユタとして質問リクエストに答えていただきます。ねー、これね、これね、今スタッフさんがガクってしてて、これ絶対最後の方が良かったんですよ。ねー、これさ、もう一回弾き直してダメ。終わりじゃん終わりです。目玉一番最初に弾いちゃった。はい、ジグソーパズル放棄します。あ、もう一回弾けたそうです。あ、ないない、そんなことあんの。そんな番組進行上まずいって今、ね、スタッフさんたちも分かってる。ちょっと伊藤の反省言っていい？はい。あのさ、なんか混ぜようと思って、はいはいはい、一番下から撮ったの多分ね、順序よく並べてくださってると思う。なるほどね。そこをちゃんと考えてくださってんのに。そう、そこを何もね、伊藤は知らずに混ざってねえんじゃねえかみたいな浅はかな考えでやっちゃったけど、ちょ、上の方のやつ撮るよ。忖度足りてないな伊藤は、やっぱり
ダメよ。はい、はい、最初にぴったりのが出ました。このスキン進める、これ絶対強い。夏休みの思い出、ちょうど夏休みの時期に開催されるので、あのギャラリー山店がですね、夏休みの思い出を語ってください。こういうのですよ、夏休みの思い出か。1個目ってこういうこと、うん、やっとわかった、やっとわかった、理解した。1個目、ジンくんちょっと手止めて話してよ。なんや、これまとめなくてもいいんですよね。人の目見て話そう。トークしようよ、これあるけどさ。なるほどね。そう、トークしよう。こんなカメラ無視することある？トークおい、手止めろよ。ふざけんな。いや、進めながらやろ。いや、進めながら、そうだね、進めながら、そうだね。じゃあどっちかの夏休みの話、じゃあちょっとジンくんの聞きたいな。なるほどね、夏休みの話ですか。うん、あの、僕あの学生マジ？学すげえ。マジでね、あの番組関係なくすっごい帰りたくなった今。もう一人に死んで。いや、そう、あの学生時代バスケ部だったんですよ。あ、そうなの？そうで、バスケやってって、まあまあバスケあんま関係ないか、あの部活のみんなで夏休みに海に行こうってなって、うん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 、で、あの、いいね、海に行ったんですけど、僕まああの横浜民なので、その時は江ノ島に行ったんですけどね。いい、横浜から江ノ島まで何分くらいなの？まあ、僕が住んでるところからだと、まあそんな近くなくて、だいたい電車乗って40分ぐらいはかかったかな。結構かかるね。そう、そんな近くはない、だけどまあ行って、うん、でまあ別に海とかそんな得意なタイプではないけど、うん、あのまあ久々に海来たから、じゃあせっかくだしみんなで、まあ、楽しく遊ぼうってなって、うん、水着に着替えて海にバーって走って行ったんだけれども、あの、いいね、海に入って、うん、ほんと10秒くらいで左足の指先にすごい鋭い痛みが走ったのよ。で、うわ、なんだと思って、これうわこれガラス踏んだっていう、なんかそういう感じの痛みだったのね。そんな痛いんだ。そう、もう猛烈に痛くて、うん、でもちょっともうこれは水の中入ってられないなってくらいのさ痛みでさ、うんうんうん、でも萎えながらみんなに、うん、あーここにガラスあるから気をつけてって言いながらさ、みんな笑われながら、うん、あの海岸に出てさ、はいはいはい、あのちょっと傷口を見たら、まあ、すごい血が出てて、うわで、うわやっちゃったと思って、あの、うん、洗い流してちょっと清潔に保つようにさ、こうやってたんだけど、結構冷静だね。そう、まあさすがにちょっとね、あの、ハイだったのもあったんだけど、まあそうだね。そうでもなんか、うん、一向に痛みが引かないのよ。なんか時間が経てども経てども全然痛みが引かなくて、うんうん、これなんか切り傷の痛みだけにしては様子がおかしいぞってなって、ほうほうほう、でなんかこれちょっとまずいかもなと思ってライフセーバーさんのところに行ったのね、うん、したらなんかライフセーバーさんたちもこれ切り傷じゃないですねって言ってて。どういうこと？そう、なんか切り傷じゃないらしいんだよ、その傷の形が。で、え、な、いやでもどう考えてもガラスっぽい痛みだったしなと思って、なんだろうって思ってたら、うん、あの奥からライフセーバーさんが、あの一人バケツ持ってきて、ほう、でなんか小沢くん、あのこれにちょっと足入れてみてももらってもいいですかって言われて、うん、なんだよって思いながら、あはーと思って入れたらさ、うん、その瞬間に痛みがピタッと止まって、え、もうゼロになったの。それまでもう 500% ぐらい、もう本当にこれね、人生で一番痛かったぐらいの痛みだったのよ。本当、ね、顔も真っ青になるくらいの、うん、が一瞬で痛みが止まって、え、痛くなくなりましたって言ったら、もうライフセーバーさんたちが突然大爆笑し始めてさ、みんなで、え、何何と思ってたら、小沢くんそれ赤エイに刺されたんだよって言われて。赤エビ？赤エイ、エイ、赤エビに刺されるか。ごめんごめんごめん、赤エビに刺されるか。ごめんごめんごめん、なんでこの話の佳境でそのオチよりも面白い言い間違いをすんだよ。ごめんごめん、そう、赤エビじゃなくて赤エイに刺されたらしくてさ。いやでも赤エビでもびっくりするよ。赤エビだったらびっくりだよ。違うっつってんだろ。そう、なんか赤エイがなんかほんとたまにいるらしくて、そのエリアに。おう、でなんか赤に刺されたらしくて、そのエイとか虫とかそういう系 その生物が持ってる毒って、そのタンパク性だから、あの50度以上ぐらい あの温度のところにさぶっ込むと、なんか活動をやめるから痛くなくなるんだって。そうなの？そうで、なんか本当にいないよ、こ江ノ島で赤に刺される人ってすごい言われたけど、全然嬉しくなかったっていう話。待って、今アルゴナビスがさハマらんくてさ。ふざけんなお前。聞けや。で次君のターンだからね、言っとくけど話してね、ちゃんと。何？おい聞いとけ、
君のいい感じです、いい感じですこちら。いや違う違う違う、進捗状況どうじゃないの。アルゴナビスできた。アルゴナビスできた。やった。アルゴナビスできてんじゃないの。やった。違う違う違う、君が話す番だから今。あのね、伊藤はその、中学から吹奏楽部だったんですけど、吹奏楽部ってまあどこもってわけじゃないけど、はいはい、夏休みとかもほんと毎日練習あって、まあ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 部活だしね。そう、しかもやっぱ大会もあるからさ、あるからあんまりなんか夏どっか行ったとかっていう思い出なくて、もう常に教室とか部室とかで合宿とかは、合宿とかもあった。あ、合宿とかもあったし、それはありつつか。やってるんだけど、はいはい、吹奏楽のね、なんかその金賞、銀賞、銅賞とかあるじゃん、はいはい、日本語だとさ、あの何、例えば、まあ、小笠原中学校金賞とかって言っても、はい、銀なのか金なのか分かんないじゃん。あー確かにね。ちょっと手止めて聞いて。いや待って待って聞いて、因果応報なの、聞いてほしい、聞いてほしい。なんでプリーズ。すごいな、俺権利ないの。聞いて聞いて。なもんでね、はいはい、その時にあの前にねゴールド金賞とかっていうの、分かりやすいように、うん、なんかそれで県大会かなの時に、まあ、めちゃくちゃ、まあ、人生で一番練習したくらいやったんだけど、はいはい、まあ、結局いけずみたいな感じだったんだけど、なんかそれでもそのなんか悔しいなって思う、うんうん、気持ちとか教えてくれたのはねでかかったですけど、その時のね、うん、楽器の先生とか音楽の先生とか出会う人がめちゃめちゃ好きで俺。あ、結構人生に影響を与えてくれるような人が多かった。スーパー多くて、そういうなんか自分の好きな、あ、なんか始めようと思う時って、うんうんうん、人大事だなと思って。まあそうだね、人の縁だよね。例えばなんか英語習いたいとか、うん、なんかそういう時あったらなんか試してみて、あ、この先生好きだなみたいな、うんうんうん、などこを選ぶ判断基準にしようって思ったのが思い出かなって思います。うん、とはいえ余裕すぎんか今のこの状況。確かに余裕をぶちかましすぎんか。とはいえだよ。確かにね。あー20時半過ぎちゃったじゃねえかよ。今止めてなかったら俺完成してたのにな。いや、まあまあ残ってんじゃん。まあまあ残ってんじゃん、あんた。まあ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 、そうだね、人の縁は本当大事だなって思いますね。っていう話ですよ。このアルゴナビスだってそうだしね。ね。やっぱりバンドメンバーもそうだし、こうやって、うん、間違いないよ、ね、ライバルバンドもそうだけど、うん、いろんな人と出会って、うん、いろんな人と切磋琢磨できるこういう環境に身を置かせてもらってるっていう時点で、自分はもう猛烈にこう幸運だな、優勝してる。大優勝してる。なんかさっき口癖なんだっけ、優勝だっけ、勝ったなだっけ、なんか言ってたよね。だって記憶捏造してる、もしかして。言ってたじゃん、めっちゃ言ってたじゃん。何が言ってたっけ。なんかパズルさ、うん、ハマったみたいな時にさ、あ、もうこれ勝ったなみたいな、優勝だわみたいな言ってた。自分ですごいなんかベラベラ言ってたのに忘れてたわ。恐ろしい。勝たないと、勝たないと、人生定期的に勝たなきゃ。すごい大事だよ。あー、もうなゆたくんの膝がない。膝ないよ。この子ロストしてる。ロストしてるね。あ、これ繋がんの、もしかして繋がっていく。あ、中指繋がっていった。勝ったじゃん。勝ったね、優勝。こういう時優勝、優勝、優勝、これは優勝した、優勝。あー、ちっちゃい優勝を積み重ねて、こうして人は成長していくんだなって。ほんと一歩ずつだよ。そう、なんかね、手がかりよ、この一つ一つ、うん、このね、先の見えない、うん、もう何言うか忘れちゃったけど。そうでしょ。でもそれにそれが気にならないくらい今集中してるからさ。気になれよ。ちょっと黙ってくんの、せめて気になれよ。ちょっと静かにして。悲しい。二人の生放送で静かにしてって言われたんだけど、俺もう一回も喋らないでやろう。やだ、もう絶対。やだやだやだ。むむ待って、 S ってどういう形から構成される英語だっけ。 S だよ、曲線だ。 S だよ、 S は曲線か。難しいな。こういう一瞬のひらめきと、お前ここにはまるのっていう出会いでジグソーパズルはできてます。
僕はそういうところが好きです、ジグソーパズルの。やったことねえだろ。もう俺たどり着いてっから、そのジグソーの。いやジグソーやめて。ジグソー。ジグソーだとちょっと怖いね。怖い感じになっちゃうけれども。待って、めちゃめちゃ曲線なさ、うん、文字であろう何かがいるのに、うん、絶対に S じゃないんだよな。なん？君はなんだ ？G とか。G。G とかじゃない？でもタイトルのアルゴナビスの G はさ、うん、あなんかだってタイトルだから小文字じゃないもんね。うん、そうだね。何者だ？お前。本当に何者？もしかしてタイトルじゃない？タイトルじゃない、タイトルじゃない文字が含まれている可能性。お、はまった。嘘だろお前。なんだよ、広がってくね、可能性広がっていく、広がっていく。うわ、どこ、これこれ似てる形なのか。いやでもこのどこわからん。俺は今お前を信用することはできない。おいやめろ、こっちにいろ。違う、パズル、パズル。あれどこ、赤の平たい、ここっぽい端っこのやつは横…あ違う。俺は騙されている。騙されている。騙されに行く。騙されていく。騙されに行く。クソめんどくせえな、あいつ。多分こいつは V だからここら辺に存在してるんだよな。で、あぁ。ざけ。突如出る。アルゴナビス。やっば。これ…あれれれれれれれ少年探偵もしかして。あれれ、待って、文字とかさ、もうこれ絶対違うよね。なんだ、な、え、何、何事が起きてるの。すごい。あ、あー、これあれか、下の方か、下の方なんか。そうだ、アルゴナビスのタイトルってビーンってなってるわ。手がさ、ここに来るの。いや、おかしいよね、こんなとこに手やったらね。手、でもさ、この手ってどこ、ここってこと。はまんないよね。どこ、君。これはどこにいるはずないもんね。これくっついてから、なゆたくんはここに存在して手って手だよね。あ、こういうことか、ここか。なるほど。あ、違った。あはん。じゃ、こうじゃん。すっきりしますね、これは。これはすっきりしますよ、ジンくん。マジ、これはね、すっきりしますよ。よかったです、それは。ありがとうございます。とても。あ、やっぱ一回ハマるとさ、これテンポよくハマるんだと思う、多分。マジ、うん、たどり着いた、たどり着いた。 R 来たもん、今 R 来た。 R いらっしゃいませした。上の方きつい。いや、違うんだよね、気にしないこれね。この形をした多分ここ違うんだよ、一回外しとこ。真っ白くん、真っ白くん、 ね、うん、いいよ。候補がこいつとこいつとこいつだから、うんうん。なんかさ、なんかぽいとこ探してこい、一回。鬼救急車通るやんね、そういう時もあるよ。候補がこう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 、なんか惜しい。こいつの名前でも進んでいる。こいつの名前どうする、こいつ、うん、こいつの名前、この形の名前どうする。どうしようね、この形。もう土にしか見えない。あ、土、うん、俺なんかバカ浮かれた飲み会の後大の字で寝てる人に見える。そんなお前寝てる時足広がるっていう感じの酔い方した人。広がりすぎだねやっぱ、ま、水平に広がってるやん足っていう。なるほどね、酔っ払いか土。でもそれに見えてきた。よし、続けよう。あれ、どこだどこだこれ答えはあるのでしょうか。やつを混乱させる、それが俺の作戦だ。望むところだ。これでいいのかな、多分これ。そう、上につくのが多分この酔っ払い3人ってことは、ジグソーパズルってさ、1,2,3 だから、もうこいつらはここを入れ替える。ジグソーパズルってさ、はい、なんすか、名前ついた時ってさ、うん、どんな感じでジグソーパズルってついたと思う。まあ、そのパズルっていう概念が先にあったから、ジグソーっていう言葉に何かの意味があるんだろうね、まず。そうなの。いや、そうだろそうであるでしょう、さすがに。ジグソーに意味がある。ジグソーっていう言葉に何かちゃんとこう、うんうん、意味があるんじゃないの。そうなの。困っちゃうな。なんだ。俺はなんか哲学的な何かを求められてるのかな今。ジグソーっていう言葉が使われた瞬間のその出来事ってこと。そう。
え、じゃあさ簡単にしてさ、ジグソーパズルって、どの国で発明というか発祥かさ、当てよ。ヨーロッパだと思う。いや、国じゃないんだよな、それ。じゃあ、まず、その絨毯爆撃したね、今。まずだから。まず。どうだろうね。まずヨーロッパな気がするな。こういう系、積み木とかさ。なんだろう、でも結構その豊かな国というか、こういうのを作るなんか教育というか地域玩具を作る余裕がこうまずある国だよねってなると、そもそも子供のためなのかな。ああ、大人かも。でもこういうものってさ、結局もともと子供向けに作られたとしてもさ、なんかね、なんかこう発展していくうちに大人も楽しめる形になりましたが、結構あることない。ルービックキューブとかもそうじゃない。あ、子供用なんだ。ジグソーは糸の子が由来。あー、分かったわ、あれだ。なんか結構田舎で、なんか土木建築とかをやってた人たちが、でっかい板をその土木建築とかで使う糸の子でこうバラバラにやったのが絶対起源だわ。なるほどね。だからジグソーって意味なんだわ。へえ、面白いね。知らんけど、多分そうだな。すごいよ、面白い。こういう雑学好き。はまっ、はぁ、ここじゃないの。あ、ここだったわ。話変わってた。変わってない。ちょっと今晴天の霹靂すごいよ。いや、でもジグソーパズル多分そういうことだよね。ってなるとそういうなんか木こりがいっぱいいる国になるよ。ここはあっちの木こりがいっぱいいる国。カナダ安直か。カナダちょっと安直だな。ノルウェーとかじゃない。ノルウェーありそう。ありそうだよね。ノルウェーめっちゃありそうだね。ノルウェーちょっとね、どこだろう。ノルウェー強いな。ノルウェー強そうだよね。カナダ、ノルウェー、あと、なんかここ、あ、きたー。マジ突破した。難関なんか突破したかも。くそー、待って、俺なんかね、さっきからね、なんか広がりがなくなってきちゃった。いやー、これ厳しいね。ここ行きたいのになって。違うの君。ここ端っこに、違うよね、端っこに黒がえってあるやつが欲しい。端っこに黒いなんかズボンのかけらみたいな、えって、あ、お前いたわ。なるほどね。君はさ、どこにいたいの。そういう、違うよね、問いかけていくスタイル。そう、ついにパズル自体に、そう、君がどこに行きたいかっていう。そう、あ、やっぱ自分で決めようって、自分の道を。対話は大事かもね、パズルとの対話。大事だよ多分。誰がどこに、どういう風に自分はいたいか。すごい、そういうものを常にこう追い求めていく。それもやっぱりバンド活動とかと似てるところはあるかもしれない。聞いてただ、今お酒入ってません。二人ともかろうじて入ってない。かろうじてやめて。かろうじて入ってない。やっぱりお酒飲んでさ、ジグソーパズルやったらさ、延々終わらないと思うよ。地獄だよ多分。延々終わらないと思うよ。というか終わらないんだよ絶対に。やろ、どこかのタイミングでやろうよ。この配信が好評だった暁にはあるかもしれないよ、もしかしたら。でもその時にはあのモリシーさんとかにやってほしい。見たい。モリシーさん、あのいつも、あのなんか冷静なモリシーさんがもう顔ばっかり、もうこれ分かんないよとかいう姿が見たい。見たい。もう僕は分かんない寝るっつってね。バカ面白い。その場で寝だしたら、ね、めっちゃ見たいな。モリシーさんがジグソー放棄してその場でこう突っ伏して寝だす姿。そしたら別室で待機してた僕らが入ってってさ、モリシーさんダメですよ。やってください。やだーって。めっちゃ見たいな。やばい。ここちょっと検討お願いします、スタッフさん。ジン君、はい、英語ができません。英語ができない、それは学力的な問題。ハマりません、学力というよりハマりません。いや、わかる。なんかさ、アルゴナビスのさ、タイトルのさ、その英語の文字の下がさ、なんか影みたいになって、えんってなってんじゃん。アオってやつ。アオってやつ。アオ。マジ今だけあれ消えてほしいもん。いや、クロッシングしてるとこね。クロッシングしすぎ。これすごいよね。絶望がね、基本そっから生まれるんだよね。最初髪の毛かと思ったの。髪の毛。レン君のさ、色とちょっと似てて、
こういう。ああはい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 。でも髪の毛にしたらなんか妙に長いなと。長いし直線だよね。ね、すごいことになってんなって思ったらやっぱ違ったよ。これは。待て待て。今アルまでできてる。アル。俺ね。うん。スッができた。スッができた。S ね。S。無声音。無声音。いいね。本当に手が詰まりだした。だこれ S のかけらの白と、うん、なゆたくんのズボンの、あ、これか、いたわ。はい、運命的出会い。軽っ。これこれ、こういうのおかず。はい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 、こうやって生まれてくんです、運命。パズルがもともと木の板を糸の子で作っていたことが由来。踊ってんじゃん。ロンドンの地図職人が子供のために作ったのが最初。ノルウェーだな、またロンドン。ロンドンか。全部ロンドンなんだって。全部なの？全部ロンドンよ。全部ロンドン。あそこからいろんなもん生まれてんだよ。そうなの？ミュージック。ミュージック。ジグソー。ああ。ポケット。有名だよね。あと。あと。推理小説。ああ、そうだね。ありますよね。適当言ってすいません。いや。うわあ。早いよ。時間を無駄に使ってたら。早い早い。いやでも結構積んでんじゃない、お互いに。なんかさっきのチャイムから一向に進んでないよ。英語が。それは頑張って。それは頑張って。うん、ちょっと、はい、なるべく上から取ります。はい。いきます。なんだなんだ。なんかあったっけ。なんだべや。な。いや俺この時間に俺引き話さなきゃな。ガチで告白。お互いを彼女という設定で、あるシチュエーションで告白してください。照れた方には罰ゲーム。自分切れます。やだ。やってんな。待って、そもそもさ、今設定なんて言ってた？なんて言ってた？もう一回読むね。文章。ガチで告白、お互いを彼女という設定で、はいはいはい、あるシチュエーションで告白してください。彼女だったら告白せんやろ。もう成功した後の姿じゃん。まあ、上げ足取るとそうだよね。せんべや、もう告白終わってるよ。まあ、それの上げ足に全力で乗りたい。あ、なんか来た。シチュエーションが来るのかな。シチュエーション。え、じゃあこれさ、同じシチュエーションでやるってことでしょ。あ、お互いに。お互いに。じゃあ先攻後攻決めよう。オッケー。じゃあ勝った方が後攻。あ、じゃあ勝、じゃあまあ先攻でいい。先攻でしょ。先攻ね。最初あげ、じゃんけんぽい。あいこっしょ。あいこっしょ。どうぞ。俺か。あ、嬉しくないな。全然先攻。はい。函館山から100万ドルの夜景を見下ろしながら、はい、関係ないじゃん。じゃあもう関係ないよ。あんまり。シチュエーションとか。そうだね、はあ、でも函館山行ったことあるから俺ないないまあまあまあすごい夜景が綺麗なんでしょうね。それで終わり。お題終わり終わ り, 終わり。こんな不親切なお題なかなかない。すごいね。函館山で告白すればいいんだ。そうだから僕らは今函館山にもうこれでいなきゃいけない。なるほどね。しかもこれ言う側の俺も恥ずかしいけどさ、彼女役やる君も恥ずかしいんだよ。え、これ彼女役ってさ反応すんの。あ、せずでいいのか。一言俺が言うだけでいいってことね。ゆえです、ゆえだそうです。わかりました。これさ、恥ずかしいよね。もう入ってんな、スイッチ。入ってないよ。入ってねえのかよ。テーマを捨てただけだよ。はい。ちょっとなんで彼女函館山100万ドルの夜景見下ろしながらジグソーパズルやってんの。やっぱ仕事持ち込んじゃうタイプ。仕事持ち込まんで、持ち込まんで。そういう設定。あ、責任感あるからさ。結構やっぱりその、うん、やっぱ仕事がをもそういうなんかプライベートでも仕事のことすごい真面目に考えてるところがやっぱり俺はね、うん、やっぱ好きだから。そうだよね、お前のこと、うん、やっぱりこういうなんか初めてさ、うん、函館山来て、うん、なんかこう夜景見て、でもやっぱり夜景よりもお前って結構その仕事とかやっぱり常に考えちゃうじゃん。ああ。そう、なんかでもそういうところもやっぱり俺好きだなって思うし、でもなんかそういういつも仕事で追われてて、うん、なんか大変なんかさ、お前は仕事好きって言ってるから
そのあんまり苦じゃないのかもしれないけど、うん、でもやっぱり疲れてるところとかあると思うし、こういう時ぐらいなんかお前の癒しになれる存在になりたいなって思うし、うん、あの中途半端にジグソーパズルをやめないでほしいんだよそうだから俺はこれからも来年も再来年も何十年後もお前と一緒にここに行きたいと思ってる。今心のピースがはまりました。あーうっざうっざうっざはい、クソがあ飛んでいかなかった。入った、チップインした。あーもうなんだよこれ、やだ、やです。これなんかすごい長く、付き合ってんじゃん、告白せんべいやもう。お互いを彼女という設定であるシチュエーションで、この函館山からのシチュエーションでガチで告白してください。ガチだよね、うん、ガチガチガチ。俺はね、もうプロポーズに近いような言葉を言わせていただきましたから、うん、ガチだもんね。ガチだよ、聞かせてくれよガチを。俺はパズルやるけど。ジンタン、あ、そういう関係です。ジンタンさ、うん、まあ、今ここまで来てくれてありがとう。めちゃめちゃ今日楽しく僕は過ごさせていただいたんですけれども。あ、いや、こちらこそ。なんですかね、とても好きです。あ、はい、あ、とても好きなんですけど、はいはいはい、この函館山からあの告白しようと思ってやるのも照れくさいんですけど、うんうんうん、でもちゃんと伝えたいと思うので。なるほど。こういった場所を用意しました。とても好きです。あのどんなとこが好きかもいろいろあるんですけど、あんだけピャーピャー言ってて実際話し始めると、あのパズルの手を止めるジンタンが好きですねえ、仮想彼女として告白してよちゃんと恥ずかしいじゃん、じゃあそれは。あ、そう、ありがとうございます。なので、はい、あの僕と付き合ってくださいだから付き合ってんだって彼女設定じゃん。しかもこの流れで言ったら俺じゃん、もうお断りしますけど。すんなよ、お断りするよお断りしますけど。パズルのピースはめろや。いや、でもね、あ、なんかいいね、とても好きですはいい気がする。なんか泥臭くていいね、なんかポイント高いわ。高かった今の。なんか俺が女の子だったら、なんか変にこう作り込まれるよりも、なんか、あ、もういいってばってなりつつも、ちょっと、うん、かぁ、みたいな感じかもしれないなって思いましたね、僕は。なんかさ、うん、あんまりさ、うん、長く言えないんだよね。言える？言葉を、うん、なんかそういう時。ないね、まずそういう告白をするっていうことがさ。でもさ、例えばこのジンタンに今告白するでしょ、はい、その時にさ、今お断りされたけどさ、うん、まあその告白でめちゃめちゃ心が揺らいで OK ですなんていうこともあるかもしれないけれども、うん、まあ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 ね、まあそうだね、そこはさ白黒はっきりしたよね。ああ、そんなあんまりなんかこう回りくどくよりさ、引っ張るよりも、うん、ちゃんと伝えてよ、そうやるのが礼儀ってこといいの方がなんか良くない。ああ、まあ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 、それはわかるかな。恋愛感語るコーナーだっけなんか余分なものもついちゃった。なるほどね、はい、ということで、あー、もう嫌だった。勝者伊藤さん。え、これ勝ち負けあったの？来た、勝ち負け。おい、違う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 、ありがとうございます。おい、ふざけんなよ。ほんと真面目にやってよかったしかもね、ルールね、照れた方には罰ゲームって書いてある。あ、そうだっけ、照れた、思いっきりなんか俺照れた気がするわ、確かに。なんかね、照れた気はする、確かに。なんかしてましたけれど、まあなんかね、とっても好きですは強いね。なんか罰ゲームさ、うん、10分くらいさ、うん、あのパズルから手離すとかでいいんじゃない？それもう直結するよ、勝ち負けに10分のさね、多分直結だと思うよでもね、予想以上に進まないんだ。そう、進まないんだよ。これすごくない？予想以上にね、もうね、行き詰まっちゃってる。そう、なんかこの先のね、展開が思い描けない。すごいね。なんかさ、本当にないピースがある気がしてきたんだけど。そう、なゆたくん、足、あ、足、え、足ロストしてる。ロストしてない。お、ま、あ、これはジンくんがってことですよね。罰ゲーム、外国語禁止。
ほうほう、いつまでなんだろう。最後まで。最後まで。なんかね。恐ろしいね。最後まではやばいよ。お知らせとか読めないじゃん。あ、確かに。でもお知らせ。待って。そうか。そうだね。いやでもなんか外国語禁止は別にそんな大丈夫なんじゃないですか。大丈夫。いける。普段からそんな外国語喋ってないでしょ。本当？いや分かんない、なんかそんな気がする。いや待って、どうなんだろう。まあでも待って、今自分が取り組んでるこれの名前が言えなくなったら。そうだね。なんて言えばいいの。超多面型地域遊戯とか言えばいいの。うるせえ。バツやだ。バツ遊戯が、バツ遊戯が、21時まで。あ、なるほどね。あぶねえ、今優しいな。罰遊戯を言っちゃうところだった。危なかった。このカンペ一番悪くない？危ないよ。一番意地悪だよ。このなんかジグソーパズル企画を作った方だとは思えないくらい優しい罰ゲームだね。そうか。21時そうか。まあでもこれ何？これを、うん、その外国語を言っちゃったとしてもそれに対する罰はないのか。いや。待って、言わん方がいい。自分から。いやいいよいいよ、掘り下げてこ。いい掘り下げていこうよ。いい待って、これ集中すればするほどまずいな。え、本当に英語はまんない。英語は大丈夫な言葉か。なんか一回考えるのやめよう。やめちゃうの。うん、なんか一回考えるのやめて、なんかこのまだハマってないピースを眺めてみる。あー、まあ対話と同じあれだよね、感覚的にはね。なんかこれも服の一部なんだよね。だからさ、そういうのもさ、こういうとこにさ、なんかちょちょって乗せるとさ、はまんないんだよね。彼がくだらないことをしている間に僕は進めます。静かに並んで静かに並んで、ね、どうしよう、本当に進まない。でもだいぶ来てるよ。来てる？こっち、うん、なんかね、日差しはもう、なんか日差しって、あ、あぶねー。大丈夫だね。なんか一番なんか角ちょとかさ、なんかすごいそういうとこ整理整頓しとこ。はい。ちなみに、これなんていう、これなんていうんですかね、あ。悪ガキガニ。ちょっとよくわかんない。あ、これはちょっとわかんないな。ちょっとよくわかんない。ちょっと今、いや、あれをさ、口に出せないとさ、伝えられないんだよね。その今丸、ちなみに丸は、うん、外国語ですよっていう、なんかジェスチャーとかでやってみて。ちなみにこれはみたいな。なんかちなみに。こういうやつ書きました、なんか書きました。書いて、なんか学校の試験とかをしてるときにこう、あー、なるほどねっていうやつは外国語ですよっていう。読めよ別にこのくだりは君でいいよ君でいい。そんな引っ張るようなあれではなかったよ。いやね、カンペってことですよね。そうはい、ということで一回あれですか？ CM に行きますか？ CM？ もうその間終わっちゃうよ。え、そんな早いの？じゃあ行かない。え、あぶねー、あぶねー、すごいね。映像広告に行く前に。え、ここなんだろう、ここなんだろう。映像広告。ないな、映像広告でございます。え、もう本当に進まない。この待って、この真ん中のさ、うん、文字の愚痴もう言えないんだけど俺。最悪。自分の参加してるプロジェクト名とバンド名が言えない。言えないんだけど。曲名とか全て言えない。おい、え、今早く9時来て。じゃあさ、今ジャイロのさ、はい、シングル発売おめでとうございます。はい、バラ巻きね、うん、え、大体バラ巻き、なんか聞こえ方が全然違うバラ巻きやばい。バラ巻きだから。すごい。どんなサウンドなんですか。第1弾
我々の宇宙人っぽいな、我々の音楽団の第一弾音楽円盤バラマキはですねひどい、最高に面白いいいねはですね、まあ、あの個性あふれる、はい、ねえ何作曲者さんの名前も言えんじゃん灰色英雄さんねそういう意味の名前なのかわかんないですけど、まあ、まあね、そうねに、ね、担当していただいたりだとか、ね、まあ、いろんな方に作っていた曲、いただいた曲計3曲が、はい、まあ、収録されていまして、はい、まあ、どれもあの個性豊かですし、いろんな色を楽しんでいただける、はい、海に仕上がっていますし、本当にね、うん、今あのうわああれすごいつぶやきえがちなあの鳥のあれとかでもすごい好評いただいているので、つぶやきがちな鳥ね、つぶやきがちな鳥鳥はつぶやいてないけど、でもすごくわかる、でもね、なんかすごい形がね、そう、なんか好評いただいているようで、僕は本当とても嬉しいなと思っております。これからも邁進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、はい、ということで、うん、キリがねちょっと良さそうなので、一回 CM を挟みますかね。はい、はい、映像広告を挟んでください映像広告です。そして僕らの星が始まる、微かになってるその音が生きてる証し、一番アルゴナビスフロムバンドリアニメーション、ナビスフロムバンドリダブル A サイド、僕にはまだ歌があった。ジャイロアクシアボーカル朝日奈由太だ。ジャイロアクシアファーストシングルスキャッタ発売中。何が立ちはだかろうと、自分の道を進むだけだ。誰が何を言おうが俺には関係ねえ。
バンドリから生まれたボーイズバンドアルゴナビス、サードシングル星が始まる、ブルーレイ付き生産限定版にはアルゴナビスゼロライブセレクションを収録、好評発売中。諦める運命じゃないよね。スターティングオーバー、そこにいる、諦めはしない、また終わらない、覚悟決めた挑戦状、最高で運命なんて言葉振り返って、今更お酒ならやめる、そう信じて、Stand up 運命未来を捨てて、さあ打ち抜こう、君となら聞ける、トリガーはスターティングオーバー、今までの放送史上一番自分を出せていると言っている伊藤と、小笠原の仁くんでお送りしております。こっから後半戦、君だけだよ出せてんの、うん、今出せてほっとしてるの君だけだからこのなんかこの緩い感じが、ね、すごい心地いいですということで ね、今からねちょっと手止めていただいて、はい、止めないよ、え止めるんですよ、止めない止めないって思うじゃないですか、え意外と止めるんですよ、ここそういうこと、作業再開する前にって書いてあるもん台本に、マジだでしょ、やったな、ギャラリアもね販売するオリジナルグッズ、はい、ございますので今回はそちらを紹介していきたいと思います。うん、まずはこちらですね、アルゴナビスフロムバンドリインギャラリアーモ、すごい缶バッジセットです。書き下ろしのレンとナエタのイラストを、使用した缶バッジです。うん、デザインもね対照的になってますよ、あこれでございますね、うん、2人とも写る、こんな感じでレン君とナユタ、いいねナユタ、うん、こんな感じの大きさもちょうどいいんではないでしょうか。今回のこの2人の表情がねなんかいいよね、いいね、ありがとうございます、ありがとうございます、そう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 、そしてあ、つけてんのね、そうよし、つけようかないつも心に、よし続いて、なんかいいや、あれに続くのなんかやる、おやめろよ、つけろよそれつけてよ、続きまして続いてはねこちらですね、アルゴナビスフロムバンドリインギャラリアもアクリルスタンドです、うん、2種類ともねセットでぜひこれねしてほしいなと思うんですけど、ね、そうしかもねあれだよ土台もね、台座くっつくんだよね多分ね、ナユタとレンのやつは、そうなんかあ取れちゃった、長方形割りましたみたいな形になっててね、いやいいですね、おそらくくっつくんですよねこれ、はいぜひゲットしてください、うん、手に入れてほしい、このいいよね、あうん、あ、こぼした、ちょっとやばい、切れられるナユタにでございますね、あれですね、これそう、下の台座がこうなっててねくっつくようになってるんですよ、そうそうそう、皆さんぜひともゲットしてください、これあれですね、レン君の肩掛けがね、片方の肩掛けがちょっと好きだな好きポイントです本当に、あなるほど、そうこう、あ両方じゃないんだって、あびっくりした、確かにリュックのイメージあるもんね、そう、あ片方なんだっていうところがね、びっくりしました、うんうん、ということで続いてこれすごいね、アルゴナビスフロムバンドリインギャラリアもこれコンペイトー、コンペイトーよこれ、テンション爆上がり、これすごいよね、しかもね、うん、あのアルゴナビスジャイロアクシアで色も違って、うん、色が違うということは味も違うんですよね、 そっちなんだっけ、こっちがね、サイダーとメロン味、サイダーメロンで、うん、で
ジャイロがストロベリーとメロン味、うん、そうということで実際にコンペイトの色もねなんかいい感じの ねキャラカラーっぽくなってるんですよ。食べていいですかこれ。食べましょう。やった。いやコンペイトを食べるっていうイベントさシンプルにちょっとテンション上がることない？いや久しぶりだよそんな開け方する。なんか綺麗に開けたくない。あなるほどね。そう家とかの段ボールぐちょぐちょだけどね爪でブーってやることあるよね。あるある。ぐちゃって押す。あの ゾンタウンとかさそうだねゾンタウンねってわかる。食べましょう。いただきます。いややっぱりパズルやってるから糖分必要だね。いただきます。いただきます。あうますぎ。美味うますぎです。うまい。おいしい。コンペイトって噛んで食べるよね。ん？わからない。舐めるのかな。なんかナヨダくんは破壊しそうだなって思ったから。そうだね。ガリガリいきそうね。いやーこれおいしいぞ。無限。ちょっと糖分摂取しよう。今のうちに。これ食べ終わるまで次の商品紹介いかない。ひどっ。でも飲みたい。どうなんですけどね。うん。うん、ね。続いてはこちら。アルゴナミスフロムバンドリーインギャラリーアーモンクリアファイルでございます。お、いいですね。普段使いにはぴったりのクリアファイル。紙が入ってる、うん。これね、うん、あの前面が結構クリアな感じになってて、はいはい、そう今ね紙が入ってるのなんだろうって思ったの。こういう絵柄かと思ったらね中にこういう背景の紙を入れることで2人をいろんなところに行かせられるっていう。すごいよこれ。面白いね。なんか居酒屋とかに行かせたら、いやいいね2人とも未成年だけどここになんかさこの2人の間にさ鳥貴族って書いてあったらめちゃくちゃ面白いの。君ら最高だね。どんなシチュエーションで絵もみ出してんので、裏もねアルゴナミスとジャイロアクシアってこう書いてあって、ちゃんとこういうクリア感、ちょっとね、うん、なんか高級感ありますよ。これはぜひとも手に入れてほしいですね。いいいいこれ面白いな。これ絶対俺手に入れたらね、ツイッターでこれ一発芸やるわ。何世界旅行するんだ。これ面白い、欲しいなっていう感じでございます。いいね、そして、はいはい、続いて。こう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 どれだ、アルゴナミスフロムバンドリ、うん、ピック付きリボンキーホルダー。あこれは実物ないのか。これ画面でですね出てますね、はいはいはい。こちらがバンドロゴピックとバンド名とキャラクター名のリボンが付いているキーホルダー。かっこよさもあり可愛さもありの商品でございます、はいはい。そしてこちらもご紹介、アルゴナミスフロムバンドリステンレスタンブラーです。おこれ大きめ蓋付きのステンレスタンブラーになっておりまして、デザインもシンプル、うん、職場や家でも使いやすい。これから夏になりますけれども、はい、これからの季節も使いやすいということで、ここに実物があります。あるの？こちらとジャイロアクシアって書いてある。かっこよくない？いいね。しかもこの大容量嬉しい。嬉しいね。結構だ、まあ、男女問わず使いやすい容量だし、なんといってもこのシルバーステンレスにねお互いのバンドのロゴが入ってる。これいいね。チアーズ。何入れる気？チアーズってこれ乾杯。ビールでも入れる気なの君。チアーズしたいね。これでチアーズしたいよ。ナビの皆さん、今年の夏はこれでチアーズで決まりでございます。はい、そして続いてはこちら、アルゴナミスフロムバンドリランチトートでございます。いやかわいいよこれね。サブバッグや近場へ買い物に行くときにぴったりのサイズ感、デザインもシンプルで、しかもかっこよかったり、うん、アルゴナミスとジャイロアクシアでこれ色も違うんでございますけれども、実物がこちらになります、うん。こんなね、うん、大きさのやつなかなか僕持ってないから。確かに持たないけど、持たないよね。確かになんかちょっと買い物行くぞって時に、うん、まあ男性でもこれあると嬉しいね、うん、案外ね。汗拭きシートとかさ、あポッケには入れられないけど、はい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 、はい、でもなんかそんな大げさな荷物も、うん、リュックとか ね、うん、ねいいかもしれない。これコンペイトーもね、コンペイトーも入るしね。どう入っちゃうよこれ。これコンペイトー入っちゃうよ。これ入るんすよ。これスタンドも入っちゃうんじゃない？え、これスタンド入っちゃうよこれ。お出かけできるね。あの
勝ったね。日焼け対策にもなるよ、日焼け対策、彼の彼のね、彼の確かに守ってあげなきゃいけないから守りましょうよ。いやこれタンブラーもねしっかり入りますからね、これ皆さんぜひ手に入れてください。はい、うん、お願いします。そう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 、でもこれ本当にいいな、いいな、うん、なんか新たな生活の選択肢が増える感じがする。はい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 、ということでね、次最後、最後ですね、君が紹介するターンになったから僕はコンペイトを食べます。おお、いいないいないいな、最後は、こちらになります。アルゴナビスフロムバンドリートレーディングミニ色紙アニメバージョン、アルゴナビスフロムバンドリー、アクリルスタンドアニメバージョン、こちらですね、はい、何どうしたの。いや今食べたらさ、めちゃめちゃガリガリ音乗るかなと思って黙っちゃったガリガリして、わかりました、大丈夫、いいよ、それもグッズの一つですから、うん、ということで、ちょっとねみんなを紹介したいと思います。こんな感じの、すごいこの色紙の大きさ可愛いですね。うん、俺こういうのいっぱい持ってるわ。そうなの？うん。結構メジャーなんだ。なんか結構そのなんだろう、ガムとかさと一緒になんかこういうのついてきますみたいなのが最近よく増えてて、いろんな作品でさ。そうなんだ。でなんかその色紙ってだけでちょっと特別感あるやんか。いやめちゃめちゃあるよ。なんか集めたくなっちゃって買うんだよ。で気がつくやん、うん、タワー。タワーになる。え、それさ、これどうやって飾るのがさ、ジン君的にはおすすめ？あ、でも本棚とかじゃない？あ、まあ漫画とかってその毎日読むようなあれでもないかもしれないからさ、その棚のと前にこうポンって置いたりとか、まあどこにでも置けんじゃない？壁にかけるとかでもいいかもしれないし。確かに。なんかね、うん、並べたい。あ、5人全員ね。うん、これいいね、これアニメの最初に公開された一人一人の立ち絵のイラストでございます ね、うん、これもいいな。そして、こちらですね、うん、アクリルスタンドアニメバージョンということで、うん、はい、いやついにね、なんかアクリルスタンドもどんどん増えてきた感じがしますね。なんか嬉しいね。ちなみにね、はい、こちらの、アルゴナビスフロムバンドリートレーディングミニ色紙ミニ色紙アニメバージョンと、うん、はいはいはい、アルゴナビスフロムバンドリーアクリルスタンドアニメバージョン、こちらのですね2商品に関しましては、はい、うんうん、ブシロード EC ショップにて先行発売が決定しております。おー、すごい先行、ありがとうございます。やった。他の商品に関しましては、ギャラリーアーモにて、販売開始となりますので、詳細は公式サイト、ツイッターなどで確認してください。はい、以上オリジナルグッズのご紹介でした。イエーイ、出ます。それではね、増えるね、嬉しいよ、すごいよ、いろんな表情見れて。もうなんか個人的に一番テンション上がったのはコンペイトだったりもして。美味しい。コンペイト上がるね。しかも美味しい。もうすごい糖分取ってね今、うん、無双できそう、これここからの後半戦。あ、でもいける気がするね。だいぶ元気がね。パワーをくれるコンペイト。よし。よし、じゃあそれではいきますかね、再開していきましょうかね。バンドメンバーたちにも見守られながらね。そうだね。ちょっと。さあ行きますか。頑張りますよ。いやでもみんなのあのハッシュタグのさ、ハッシュタグがトレンド入りしたそうです。なんだ。みんな何をツイートしてるの？逆に。本当に？このハッシュタグで何をツイートしてるんですか。え、知らない人びっくりしない？コンペイトうるせえとかかな。なんだろうね、びっくりだろうね。だってなんだろう、トレンド入ってる。この生放送なんだろうなって見てさ、画面見たらさ、ジグソーパズルが2面映ってるだけだ。しかも全然進まねえの。でも途中でいきなりお互いに告白しだすしさ。まあまあ地獄だと思うけどね。確かに。いやでも僕ら休憩中の CM 中にさ、割と一気に進んだじゃん。そう、ちょっと ね、見てほしい、皆さん。足ができました。そう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 。足が、ここ、足ができました。なゆたくんもね、案外進んだんです。ほらほらほら。なんかさ、進み具合一緒ぐらいじゃない？一緒だね。確かに同じような進み方してるの面白いね。多分ね、これね結構遅い部類だよ。多分遅い気がする。だってもう半分終わってる時点で、あ、でも3分の1以上くらい終わってるのか、お互いに。だから進捗的にはそんな時間は普通なのかもだけど、こっから残ってるピースがさ、そう、ね、白と青、こっちは青、赤ね、単色ばっかじゃん。せっかくさ、今さ
たくさんの方がその、ね、ツイッターでトレンド入りもさしてくださって、うんうん、で、うん、あの YouTube もコメントをくださってるじゃないですか、はいはい、だからあのちょっとさ助けを求めない、助けを求める、もしよかったらそのコメントであのパズル多分こうやってやった方がいいかも、はいはいはい、みたいなものがあの知識としてありましたら、はいはい、ぜひあの教えてください。僕は全然いらないです、そういうの。おい、え、おい、なんですか、なんですか、なんでだよ、全然いらないです、指図されたくないじゃん。指図じゃない、アドバイスだから言葉の取り方、わかる、角度が違うんですよ、知識の入れ方が。なるほどね、そう、確かに確かに、頼むよ、知ってる人にね、ちゃんとこうアドバイスされると身になるかもしれないからね。そう、なんたって知らないからね、本当に。なんたって知らない、パズルってもの自体だって、もうなんかパズルの気持ちになってみようとかも限界来てるもんやっぱいや限界来てるよって、やっぱ限界、ね、一応ここまで続いてたんだね、それ。そう、すごいね、意外と。あれ昔、うん、なんかね、あの球面かな、うん、でなんか一個だけ空白になってて、うん、こうなんか一ターンにつきこう一個だけそのピースをずらしてさ、こう一個一個ずらし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 で元の絵を完成させるみたいな、あったじゃん、はいはいはい、あれがすごい好きだった。うわ、なんかなんで、なんかそれ上ポイントではないでしょ別に。いいと思う、いいと思うよ。 そう、なんかそれをね、なんかちっちゃい頃めちゃめちゃハマってね、やってた記憶あるな。知恵の輪だっけ、知恵の輪、知恵の輪とか知らない、はいはいはい、知ってる、あるね、あれとかも好きだった。まあ、嫌いではなかった、割とあれば楽しんでやる子供だった気がするな。うわ、なんだよ分かるんですよ、うわの基準分かんない、なんだったらうわって言われないのかなっていうの分かんないんだよね。知恵の輪とか一回も解けたことない。あ、そう、この鉄、鉄折れるかなとかパワー系じゃん、パワー系、何なら折れるかなみたいなまあね、ちょっとフラストレーションを感じたらそういうことをする、うん、ね、伊藤正弘もいるかもしれないけど。いや、いるよ、子供の頃はそんな感じだったよ。パワーで生きてたんだ。パワーで生きてました。パワーで生きてたんだね。そう、待って、これなんだ、どこのパーツなんだよ、君。神宮の前のさ、そこでなんかあのパズルのやり方教えてくださってる方いますか。え、パズルのやり方を教えてくださってる人、あ、おすすめ、おすすめじゃないなんていうの、アドバイス、アドバイス、アドバイス、俺の身の回りで、身の回りっていうか今前の画面です、今画面ね、はい、いいいいいい、大丈夫だよ。そ、見てないじゃん、見てないいや見てよ見てない、見てない、いやいいんだよ、自分のやり方で解くんだよこういうのはまあでもなんか革命的なアドバイスもあるかもしれない、もしかしたら。枠からやりましょう、枠からできたらやってんだって、最初白いからできないんだよいや切れんなよ、外真っ白なんだもん。いやでも分かるよ、キャラの方ができることない、だって俺も最初枠からの方がいいからって思ったけどさいや分かる分かる、なんかそれ分かるよ。外からの方がいいのかな、やってみる、試しに。いいよ、枠からやってみよう。一応集めてはいるのよ、ここにその枠をね。分かる分かる、枠材、自分もなんか枠っぽいやつはここら辺にあんだけどさ。で、大体このさ、うん、あのこれはまんない、あの食パンの袋止めるクリップみたいな、わかる、形のやつと、わかる、あとあの酔っ払いの、うん、2人で構成されてんのその外側って。なるほどね、まあ赤いのもあるけど、うん、ってなるとさ、もうこの酔っ払いは、うん、ここみたいな当て感になるやんか。まあまあそうだよね、結構な当てずっぽ感が。そうそうそう、でさっき やってみたんだけど、その当て感を、うん、待って、めっちゃオンリーワンのやつ見つけたんだけど何こいつ、どれ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 、すごい、こいつ何、誰とでも仲良くできるくん、え、いや、ある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 、ここだ、え、すごいじゃん、勝ったいや、何回勝てば気が済むんだよ、勝ったよ、もうここにはまるのは確定なんだもん、だって。いや、すごいすごい、え、あれ、こういうのもあるんだ、はい、ちょっとさ、こっち見て、このさ、ここ乗せてるさ、これさ、うん、ちょっと若干さ、ずれてる、やっぱこれずれてるよね、それやっぱ違うんだよね、多分
下打ちやめろ下打ちやめろ小笠原朝日奈由太役よりも先に下打ちやめろ電波に乗せるのやばいでしょ。いやでもそうなのよ、なんかさあの割と気持ちさ、うん、パチッとハマってる感覚あるのに、いやあるんだよ、そうずれてるじゃん、うん、だから当て感が結構難しいんだよ。待って何ねえ今更気づいたこと言っていい？何このさ、うん、下にさ下にパズルのピースのさ、うん、柄があんのよ。柄柄柄って何？絵の形。まずこれってさ、もしかしてさ、うん、ピースの形を当てはめろってこと？え今気づいたんだけど、えもしかして極悪難易度でやってたの？え、もうなんかすごいフィーリングとレン君だけを頼りに。待って2分前の俺このオンリーワンここ確定じゃんって言ってたくだり何も聞いてなかった、もしかして。いやなんかこういうとこかと思ってた。おー怖いなこの人。マジか、なんか一気に難易度下がったわこれ一瞬で。いやでもね、でも思うじゃん、優勝優勝思うじゃん、優勝優勝、でも難しいよ。いや優勝優勝した本当に優勝するよこれ。いや無理だと思うよ。そういうことか、全然繋がらんねん。パズルやったことないとそうならない。いやなんかすごい迷彩みたいになってんなって思ってさ。なんだろう、俺がおかしいのかな。すごい。俺がおかしいんだろうな。なるほどね。この人がなんかすごいんだろうな。すごい。いやでもこれ助かるわ。これねヒントなんですよ皆さん。バリアフリーなんですよ。端っこでこれ酔っ払いピースなんだけど、どこが中心なんだこれ。えでもなんかこれ酔っ払いピースなんだけどちゃんとこう縦線が入ってるんだけどね。ただむずくね。こことかに置こうとするやんか。あれ合わないんだよね。ここ青じゃね。いや違う、青と白があるやん。こうか、横か。なるほど、つまりお前はこいつと組み合わさる。こことか、あ来ました、来ました、いいですよ、上がってきたね。いやこれ終わるね。つまりこの線と境界線役を担当してる中間ピースが何個か、こことかでしょ、少なくとも2つあるってことは、こいつだったりでこことかさ、こいつだったりこいつだったりするわけだってことでしょ。ってなるとこれここら辺にはまったり、あーぽいけどはまんないな。惜しい惜しい惜しい、ついに お互い別世界でプレイをしだしたよ確かに。でも本来こういうものかもしれない。まあ皆さん、あのアドバイスありがとうございます。色別に分けてやるがアドバイス多いです。色別に分けてやるの？でこれさ待って、はい、ジン君、はいはいはい、色別に分けてやるってさ、まずさ、じゃあこれ白に分けますっつって、うん、これじゃあ白ね、でこれ青ねってさ、うん、もうほぼ青なんよ。そうなの、俺もね分けるやん、うん、50% 赤 50% 白なの。それね、それでもまだそれでやれって言うんだったらエスパー疑うからねでもさでも普通のパズルだったらそれでいけるってことだよね。あのまあだから絵柄がいっぱいあるからってことでしょ。そう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 、次回はなんかあれがいいな、結構ガラガラなパズルがいいな。オンリーワンじゃなかった、え2人目いた。あらしかもね手裏剣みたいなやつもいたの。どういうこと。手裏剣見て見て見て、どれどれ 今映像映ります僕の手元。あ、映らない。なんかね、あ、いけるよいけるよ。そう、手裏剣、ほら。本当だ。手裏剣とさっきのなんかオンリーワンだと思ってたやつがもう一人いたから。オンリーツーだった。え、じゃあ二択になるじゃん。は？なんだこいつは。え、でもその柄がない。これどこだろうね。その形が。でもさ、やっぱさ、こういうのってさ、ここか。楽しんでやることが大事じゃん。ここだ。パズルって多分まあそうだね、そう楽しいものだからね絶対にね、楽しいものじゃん。まあ今もう楽しいしね普通に。あ楽しい、今すごい修行の気分修行楽しくないじゃん楽しいよ楽しい、修行好きだもん。楽しい修行好きか、うん、そう一つの物事をこうずっとやるの好き。まあまあわかるわかる、楽しいよねそういうの。でもなんかこういうなんか一つ二つしかない形のピースがあるっていうこう角度のなんかヒントもあるんだね一応。確かに面白いな本当に。難しいね。なあ、まあ奥深いね。もっとピースの数増えたらなんかすごいレジャーなんだろう。確かに奥だねこれは。これ何？ここ
個しかないやん君ハマるの。なんかすごいね。なんかここのさ下のマップ、はいはい、ここのマップにさ、その何これ OK みたいなやつ教えてくれてるの分かったんだけど、うん、それを見つけれないんだよね同じ形を。そうなんだよ。いや絶対その見つけ方きついと思うで多分。難しいかな。でもさ本当にさ同じ形が一つもなくてさ、あでもえ青ってこと？だからいやそんなここ横だよね。どれもこれ、それはね。これか？今誰に向かって問いかけてる？今多分自分だね。あ自分か。多分自分だ。確認作業だった今ね。確認作業だった。あでも全然あいけこれここえここじゃない直さない。えあらまあ、あらまあ、ここじゃないのじゃあ。これか。やっぱこのペースでやったら多分視聴者さん飽きる。多分飽きちゃう。大丈夫あの。おーい終わんないべや。そんなことされたら。じゃあさ後半はさジンくんが弾いてくれないですか。はい。じゃちょっと待ってちょっと待って。ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンスを守って。この。はっ。そのさなんかデスノのニア編でこういう受け渡し方あったな。じゃあこれあ結構大きい大きい紙あこれでパパッ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 おピン相手のバンド分かるかな、相関図を見ながら、はい、糸正はジャイロアクシア、うん、僕はアルゴナビスについて印象や感想を語る、まあ、結構真面目な感じですねこれはやつですね、まあ、いろいろアニメも進んできましたけれども、うんすごいなんか印象もだいぶ変わったもんね。いやだいぶ変わったよ。うん、じゃあ糸正から聞こうか。相関図をちょっと見せてもらえますかね。おこれさそのアニメ始まる前ってさ、はいはいはい、本当に、まあ、これとかさ、性格とか特徴的なやつしかさジャイロ出てなかったじゃん。そうだね。そうだから本当にあの朝日奈太の、まあ、なんだろう才能でこう独裁的な感じっていうやつで、その相当怖いというか、うんうんうん、まあストイックなのはもちろん、うん、なんか本当にジャイロのみんな最終回までいるのだろうかみたいな。確かに解散してるかもしれない。そうなんか 毎回新あのメンバーが来るんじゃないかって思ったんだけど、うん、本当になんだろうな、めちゃめちゃこうジャイロアクシアはジャイロアクシアですごいバランスの取り方があって、まあね、そのなんかアルゴナビスがこうなんだろうな役割としてもさ作詞作曲もこう別の人がやってて、うん、でなんかこう、まあ、五角形だとしたら、うん、正五角形というかさなんていうの星みたいな感じだとしたら、うんうん、すごいなんかそれとはまた真逆のさすごいなんかなんて言えばいいのそういった形じゃない伝わってる今、まあ、まあまあまあ分かる分かる分かる。イメージ的にそのアルゴナビスは星座なんだよね。一人一人が星でさ、なんかそれがこうつながり合って、まあ、スターリーラインっていう曲もあったけれども、うん、なんかジャイロは違うよね。違うね。なんかそう最近気づいたんだけどさ、うん、なんかアルゴナビスは星座じゃん、うん、でジャイロアクシアってなんかロゴ見るとさなんか惑星っぽいんだよね、うん、ジャイロのあの真ん中にさ円丸がバーって書いてあってさよく見るとさあの G と A の周りにさあの土星の輪っかみたいなのがヒュンってあるんだよ、はい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 、なんかその何惑星と何衛星っていうの、うん、その惑星の周りを回る、うんうん、だそういうのをもしかしてこれ表してるのかなって今更思い始めたんだけど、だからなんかアルゴナビスは星々でジャイロアクシア、なんで俺が語り出すタイになってるの。いや語りたくなるよね。いやなる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 。でもなんかねアニメ見て面白いなって思ったのは、うん、そのなんだろうなレオンがさ、うん、まあ直接的じゃなくても結構こうジンくんじゃないの、ナユタに対するさ、うん、いやそう思ってねえしみたいな感じのこととか、うんうん、普通に言えるんだと。あーそうね、うん、そういうなんかテンション感で良かったな、良かったなっていうか、まあ、なんか何目線なのか分かんないけどなんか安心じゃないですけど、うん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 、あーなんか、うん、そういうの良かったなって思うし、うん、なんかねリョウくんはすごいあのバンドにこそ本当にジャストフィットかもしれない、まあ、確かに、うん、あのメンバー以外だと案外うまくいかないのかもしれないよね。リョウ君はアルゴにいたらアルゴナビスにいたら、あ、まあ、でもそれでも、うん、面白いし、うん、なんかね
本気でみんな理解しようと思って、うん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 、本気でなんかバンドじゃなくて惑星探そうってなりそう月をさなんかじゃあもうロケットで行こうよみたいになりそう。理解者としてね。そう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 、まあ、そういうなんか人に対する見方の違いみたいなのもアルゴナビスとジャイロアクシアはあるよね、うん、あるね、なんか違いが。そう、ケンタさんは本当に弟思いだし、うん、だし、まあ、なんか思いやりがすごいし、うんうんうん、なんかそのなんだろうな、あのかけ方がその長く朝日奈也とやっていく中で、うんうんうん、一緒に何やっていく中で正解のこうポジションなのかもしれないし、なんかそういうのすごい考えてんだなって思うし、みゆきに関してはあのなんだっけ前のアルゴナイトで出たその話がすごい好きで、うんうん、何、まあ、モテるためって言ってるけど、うん、そのすごいストイックでさ、うん、めちゃめちゃ頑張っててさ、キックボクシングとかで体作りをしてみたいな。しみる。もうそのなんか一見チャラいみたいのも、いや分かる分かる分かる、ね、もうなんか あえてじゃないから軽くはないんだよね。そう、本当にモテたいっていう欲求からあるかもしれないけど、うん、でも努力をしている人間だから。いいね、うん、なんか一緒に飲み行きたいよね。みゆきさんは絶対にさ、なんかすごい軽薄ではないから、うん、なんかすごいこうモテるためにいろんなお店とかもめちゃめちゃこうリストアップで持ってそうだし、そう、なんか場を盛り上げる術とか最強そうだし、最強そうだ、ね、でも真面目な話したらめっちゃ聞いてくれるじゃん絶対、うん、なんかすごいジャイロ一の人みたいな。アルゴナビスの印象はね、なんだろう、そのバンドの印象っていうよりもキャラクターの印象で一番変わったのはやっぱレンとねリオなんだよ。うん、すごい変わった。やっぱりその最初この作品に携わらせていただくときに、見たレンの立ち絵の印象ってすっごいクール、うん、でなんか案外こう無表情無感情系のなんかキャラクターなのかなって最初思ってて、うん、でまあリオも結構同じ感じだったのよ、うん、なんか本当に機械として自分はなんかこのバンドの1パーツとしてなんか動くだけだみたいな感じなのかと思ったら、蓋を開けたらさ、レンは赤ちゃんだったしあのリオはすごいやっぱりその野球もともとやってたっていう設定がさ、すごいなんか反映されてるというか人格に、うん、熱いんだよねすごく。なんか何をするにしてもなんか情熱みたいなものがあるし、体育会系的なオーラをまとってんだよね、なんかクールの奥に、うん、なんかねその印象の変わり方っていうのがすごいなんか印象的だなって。確かに天才なんだけど透かしてないよね。透かしてないね。なんかすごいね、かっこいいから透かしてるように見られることがあるかもしれないけど、うん、でも決してそれが彼の素ではなくてみたいなところが魅力的だなと思ったし、まあ、あとはそのアニメをこう見続けていく間に、うん、あのやっぱね10話はねえぐかったね。えぐかったよ。もうあの B メロの入りでさ、万里がさはってこう顔を上げてさ、うん、みんながこっち向いてるシーンとかね、泣いたもんあそこに関してはマジで泣いてしまったからね。いやなんか本当になんかアルゴナビスっていうバンドってこういう形でなんか関係を構築してったんだって思えて、なんかすごく一ファン目線でね、うん、なんかどん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 一緒に楽しめてるなって思ってますね。なんか泣いたのさ、うん、何話かな、はいはい、7、8かさ、はいはい、すごいさスタジオであの絵描いたんですよアルゴナイトで、はい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 、そこでなんかその今までその完璧そうだったようなとこしか見せないみたいな、うんうんうん、だからこう自分のさこのルーティーンちょっと崩すみたいなとこがあって、はいはいはい、そこですごい人間味を感じたし、うんうん、レンとナエタのつながりをすごい感じたし、うんうん、なんかもう言い方もさあの言い方じゃないと嫌だ。何がナエタのなんだろう、はい、その変に優しくないじゃん。あそれがさ電話ね、うん、はいはいはい、とかも含めなんか彼の最大のさ優しさじゃない、うんうん、優しさというか、まあなんか近寄、ね、歩み寄った姿じゃない、うん、はいはいはい、なんかそれがいいよね、うん、
ね、そろそろねあのスタッフさんがね話それまででってカンペを、ね、持ってきそうな、ね、予感がすんねんえあここまで頑張った2人にご褒美ですなんだ完成見本イラスト完成見本イラストがいただきましたそれはすごいよすごいことだよ革命これは本当にすごいことだよ革命起きたよってことはこれも違うな勝ったやんもう勝ったね勝ったね勝った勝ったこれ勝ったよ余裕いいんですかもう終わりますよますこの番組えすごいこれは全然わかんねえ全然わからん同じだってさ発表されてるのでもう知ってはいるんだもんいや間違いないよ知ってはいるね目の前にあるかないかだけだよねあでも文字はちょっと参考になるかもあでもそうかもいやどうなんだろうねこれいやどうそういうことえそんなひらめくほどあるないななくないここかあ、来たいやでもこれはちゃんとちょっとスタッフさんが恐怖を感じてるっていうコメントがあるいや多分そうなんだと思うこの色どこだこの色ここら辺だなここら辺にお前か分かったぞいいぞはい勝ちこれさこれじゃハマってないハマってる認定はダメなんだよなこれハマってるよきっとハマってんのかなこれここだけ微妙に飛び出してんだけど信じてこう信じればいいのこれそういうもんなのグワーってこうねじ込んで信じれば勝ちだからそういうのすごい好きだけどさ好きになるななんでこれなんだろうここら辺ってことかあピンってなってんだピンってなってるやつを探せばいいいや頑張ろう頑張ろう頑張ろうここまでねお膳立てされたらねいやね完成させないわけにはいかないですよいかんでしょうここじゃない堀え違うなこれ違うなじゃあこのライトどこに存在するのなんかさこの間違えたのをさビタッてやっちゃったあとさ、うん、なんかこうあやばい外さなきゃって時にさ破壊しそうで怖いよねちょっとねビリッてした破けたちょっとやっちゃったあれどこにあるのえここがさねどうしよう同じとこにさ絶対ここで間違いないだろうと思って5回ぐらい押してんだけどさはめてんだけど絶対違うんだよねいやじゃあもう違うじゃん諦めてよじゃあいやなんか3回ぐらいやれば同じかなみたいな同じというかハマるかもしかしたら次はハマるかもなっていう違うじゃんそれはもうあれこれも違うのかななんかね、俺もそういう感じなんだよね。これも違うの、ね、っていう疑問系になりだした。そうだよね。なんで？だってこの酔っ払いのやつ他にないよ。そう。君？いやでも君じゃないよね、多分ね。え、ここまでしてもらってもしかして難しいの？パズルって。あー、お前かー。え、でも君はここでしょ？じゃあさ、君絶対ここだよね。いや、絶対はないよ。対話が始まってる。これなんかパズルと会話した方が早いんじゃないかな。なるほどね。答えを聞くっていうこと。答え聞く。はい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 。参考にするわ。でさ、ここに酔っ払いくんじゃん。で酔っ払いくんがないじゃん。あったね。結構仲良さそうだな。あったあったあった。でさ、ここ酔っ払いくんはめてみるじゃん。でもこれ多分5回ぐらいやったやつじゃん。だから違うんだよ。だからさ、次こっちじゃん。すごい楽しそうだね。でもさ、これもさはまんないから違うんだよ。でもこの酔っ払いがさもうないんだよね。やっぱり。ここなんだよ。ねえ困っちゃったからさ。ああやってね。すごいだからピース君もさちょっと自己発ね自己表現してほしいな。ここだよって。なんか聞くからさこれ。なるほどな。頼む。すごい。ああでも君はいいね。いた。君いたね。すごいアシストだよ。すごい。励ましメッシって呼ぶ。君。1ピースがメッシになった瞬間がありましたよ今皆さんすごいですねあでもここまで来たらさもうさハマるかハマらないかの世界じゃんハマらないんすよほんとハマらないんすよここだけがでもこれ一応はめとくか試しにね一応そうはめとくってね意外といいと思うんですよ確かに大事かもしれないそうここはめることによってまずやってみることそう他のとこが限定されるからバンドだってそう
そうだよ、なんだってそうだよ。まずやってみる。トライアンドエラーですよこれ。正解か不正解かなんだよなパズルって。でも正解か不正解誰が決めるって話よ。確かに、いや制作者の意図だよ、ね、それに関しては。確かにって言っちゃったけど。いや君ここな気がするけど違う。あーいた、俺が求めてたんだね君の存在、ね、頑張ろう戻してあげたい、みんなを元の位置に。確かに、もともとね彼らってここにいたんだよね。そう、こんな散らばっちゃってさ、かわいそうだよ。これはかわいそうだね、さすがにね。あ、さすがに元へ見れた力はでかいな。割と進んでる。うん、なんかあそもそもここにそのなんか絵があったんだっていう気づきがまだまずあるからさ、それがでかいね。これが多分だって、え、めっ、え、どういう形でこいつ繋がるの。頑張れ、応援をする。頑張れ。あーなるほどね、いけるよ。新しい形じゃん、やっぱ応援するのって大事っすか。コープしてこう。自分を、自分のこうなんだろう、モチベーションは自分で管理しよう。あーまあ大事だ ね、人に迷惑かけずにね。そうやってね、やれるよ。あーいけるよ。はい次。信じられない時間の無駄するやん。すごいよ。すごいの来てるよ、来てるよ、ハマってるよ。すごいいい、これがすごいいい。いよいよすごい形です。ここほーら、ハマったハマった、いいよ。これはないスペースだね。ほんと今までの生放送で一番生き生きしてるな。やりたい放題してるんだ。いやこれを立ち向かっていく。ここが完成しそうなのはだいぶでかいな。これはさ、横断歩道じゃん。ほら、ハマっていく。ハマっていくよ。これ、ここら辺の線か。ハマっていくんすよ。あ、違う。待って。え、結構ガンガン進んでる？え、なんかね、横断歩道のとこはね、今意外と進み出した。ま、横断歩道が進むの俺全然なんだけど、そこに関しては。でも横断歩道だとさ、結構限定されてる気がして、その角度とかさ、まあこっちが上だろうなみたいなさ。あー確かにね。そうって思えば、あとはその下のさ、何この地図みたいなやつ、もしかしてこなれてる。お、いいぞ。こなれてきた。ここじゃね、ほら、あ、ここか。来た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 。で、この上にここでしょ。うわーん、今めっちゃやだ。あ、あ、ここで、ボックスを引くまでもなかった。では、あれですね、レン、こちらのコーナーにね。はい、じゃあ、ジン君、どんなコーナーですか。こちらは探すか、この中から。そうだね、ほら探していただいて。ありましたね、これですね。探して、これかな。本当にそれ、これ、レン、ナヨタに何でも聞け。イエーイ。これは七尾七次レン、朝日ナヨタに質問、リクエストをして、うん、それに答えていくというコーナー。素晴らしい、伊藤が一番最初に弾いたやつです。スタッフさんがみんな顔面蒼白、顔面蒼白だったやつです。こちらね、まあなんかあらかじめ、うん、はい、たくさん質問をいただいていたようで、はい、ね、あらかじめその質問はピックアップしていただいてるそうなんですけれども、たくさんありがとうございます。それに一つ一つじゃあ答えていきたいと、はい、じゃあね、これをやるときはこちらのね、このパネル、パネルを顔の前に持っていただいて、はい、やりましょうか。わかりました。ということで、じゃあ早速いきますか。はい、それではいきます。ここからはレン、ナユタに何でも聞けのコーナーです。ナユタくん、よろしくお願いします。事前に皆さんからもらった質問に、僕、七星蓮と朝日ナユタくんで答えていきます。あんまり話すのが得意じゃないので、詰まっちゃったらごめんなさい。おい七星、さっさと済ませろ。はい、それじゃあ、いきます。あっちゃんさんからの質問です。ありがとうございます。蓮くんに質問です。私は辛いものが大の苦手なのですが、レン君は好きですか？僕、辛いもの苦手じゃないですよ。
時々無性に食べたくなることがあって、お母さんに麻婆豆腐とか辛いご飯をリクエストします。あ、でもいつも少ししか食べられないんですよね。食えてねえじゃねえか。え、そうなの？そうかな、僕辛いもの苦手なのかな。俺に聞くな。みじゅさんからの質問です。の前に何ですか？受けトークをしましょう。なるほどね。そう、なんか淡々と進むなって思ってたのよ。なんかめちゃめちゃいくやんバンバンで。いや、ということなんですけど、辛いものね。あっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。最初ね、辛いものが苦手ということなんですけど、れんくんは、苦手じゃないですよ。でも、少ししか食べられない。これどういうことなんですかね。いや、どういうことも何も多分苦手なんでしょうね、きっとね。普通にだって結構お母さん的にはさ、悲しくない、うん、僕辛いもの食べたいってさ、リクエストしてさ作るやんか、お母さん、お食べって10分の1ぐらい食べてさ、ごちそうさまって帰っていくでしょ。引っ叩かれるよ。悲しいね、それはね。確かに豆腐だけ食べるとかね、麻婆豆腐豆腐だけピックアップして熱い熱いって言いながら食べる。レン君、あれ、ジン君はさ、辛いものは食べれる？得意ではないけど好きって感じ、その、じゃあなんか得意な辛さと苦手な辛さがあるみたいな。てか、その辛いもの自体はその食べると、うわー辛い、あーきついってなるけど、その辛いものを食べることが好き。そう、辛みは好きなんだけど、その何、結構辛みに対しての耐性はないかな。結構たまにいるじゃん、その食べてもズゾゾゾズゾゾゾ、あの僕の中ではちょっと某めちゃめちゃ辛いラーメン出してるラーメン屋を想像してんだけど、ズゾゾズゾゾ、わうめーって、あのスーパーアーマーな人、激辛を、そう、ああいう感じではない、伊藤正は、あ、ね、苦手なんですけど、でもね、最近無性にキムチが食べたくなって、あ、毎食食べてんの。いい、あ、でもまあ分かるっちゃうか、分かるか、なんかそのいろんなキムチの種類があるんだけど、はいはいはい、甘いと物足りないと感じていて、あ、苦くって変わるのかな、食べたら。まあ慣れ、変わるっていうか慣れだと思うけどね。俺もキムチはよく買うな。チョンカキムチっていうスーパーでよく売ってるやつをね、あの買います、ね。ちょっと見てみよう。美味しいですよ、チョンカキムチ。後で教えて。はい、ググってください。ということで、ね、2人ともね、あんまり辛いものはね、そんなに食べれないかもしれないね。ですね。ナユタはどうだと思うかな。ナユタは多分喉に悪いからそもそも食わないんじゃない。あ、うん、まあ、喉に悪いっていうのもね、分かんないけど、うん、そう、たまにぐらいならいいのかもしれないけど、彼はなんかケアで食わなそう、そうだね、そういう理由で食べなさそう、好き嫌い置いといて、すごい、うん、続いての質問に行きます。はい、プン、みじゅさんからの質問です。なゆたくんに質問です。なゆたくんがお家で飼っている猫はにゃんこ太郎と呼ばれていますが、誰が名付けたのでしょうか。なゆたくん、どうですか。なゆたくんがつけたの。どうでもいい、知らねえ。え、そうなんだ。だそうですよ。知らないそうです。知らないんだ。知らないそうです。知らないんだね。にゃんこ太郎の名付け親、まだ真相は闇の中でございます。いや、間違いない。めちゃめちゃ気になるよね。だってどういう精神状態でつけたんだろうね、にゃんこ太郎っていう名前を。確かにそう、彼だのかお母さんなのか、はたまた別の誰かなのか、もともとこうもらってきたタイミングです。もらってきたのか、にゃんこ太郎って。そもそもどうなんだろうね。結構か、彼女か、彼女の存在って謎に包まれてるんだよね、うん、すごいよね、うん、あれどういう解釈もできるよね。お母さんがつけた説とかもそうだし、そのなんで飼ってるかっていう。あー、猫を、猫を癒しじゃないですか、かな、なんか、ね、もしかしたらもう瀕死だったりしてね。あー、そういう見てね、エピソードね、できないみたいな、あるかもしれない。まあ、なんかゆくゆくはその描かれるかもしれない、そのにゃんこ太郎との出会いみたいのを見てみたいですね。見たい、うん、
安心しきってるもんね、いつもね。ね、うん、でも七星蓮が歌った時だけはちょっとびっくりしてたってね。それで詰むんだって思ったけどね。めちゃめちゃ人慣れしてるよね、あの子はね。すごいよ、歌われるまでさ、うん、来訪者に対して何も警戒心がないじゃん。確かになかなかないよ、あの感じは、うん、僕も猫をずっとね飼ってますけれども、うん、なんかお客さんが来た時とかはね、忽然と姿を消すんだよ、やつ。分かる分かる、大体棚の上とかの どうやって登ったみたいなところからじっと見てる時とかあるからね。どこまでたったね、なる ね, ね, 面白いね。にゃんこ太郎は多分肝が座ってるから、そんなこともなかなかないんでしょう。はい、気になるけどね。さあ全然明かされなかったよ、謎は。確かに。さあじゃあ続いていきましょうか。はい。はい、続いていきます。星空泉さんからの質問です。なゆたくんは料理をあんまりしないイメージがありますが、実際はどのくらい作れますか？そしてれんくんがカップラーメン作りをどうして失敗してしまうのかも気になります。カップラーメンを。なゆたくんは料理したりするの？しねえ。じゃあ僕と一緒だね。一緒にするんじゃねえ、やりゃできんだよ。そうなんだ、なゆたくんすごい。僕全然できない。カップラーメンも美味しくできない。いつも失敗しちゃうんだ。どうしてだろう。カップラーメン。料理って難しいね。はい、ありがとうございます。やばいね、やばいね。カップラーメンをどうやって。カップラーメンをってやばくない。どの工程で失敗するんだろうね。でもさ、失敗するとしたらさ、お湯か、まあお湯、あの火薬とかのさ、あ、入れ忘れとか、忘れとか、あとは蓋の閉め忘れ、あ、硬くなっちゃうとかね。でもさ、それってもうカップラーメンの作り方を知っている人の考え方じゃん。まあ確かに。でもさ、彼は知らないの。彼は知らないんだから、多分そういうのは通用しないということで、多分ね、あの有名なさカップラーメンとかあるじゃん、はいはいはい、まあまああの商品が、それを多分ね、そのなんだろう、商品のまま食べないというか、皿とかに移すんだと思う。そう、面白いよそれは。皿とかに移してとか、なんかいろいろして、で線までって書いてあるけど、線どこみたいな。ああ、なるほどね。皿の線どこなんだよみたいな。それを失っちゃう。突っ込みを入れながらやったりとかっていう感じだと思う。ああ、毎回味が違う、濃い薄いが。はいはいはい。俺はね、なんかね、あれかなって思った。蓋をまずバンって開けるやん、うん、なんか七星蓮はパワー系だから、うん、開けてこう中見て、あ、線があるって言って、この線に沿って切るのかなっつって、それおもむろにカッターでギコ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 バーンって開けて、それに合わせてお湯とかを入れて、溢れちゃったよとか言って。そう、恐ろしいね。それも恐ろしいね。なんでできないのかなって毎回それをやる。面白いね、面白いね。お父さんお母さんもカップラーメン食べないんだろうね。まあまあまあ、きっとそうなんだろうね。そもそもなかったから触れてこなかったみたいなね、ところはあるんだろうけれども。いや、面白い。なゆたは、なゆたさ、すごいだから効率のいいご飯とか作れそうじゃない？まあ多分作れるんじゃないですかね、彼は。まあ、うん、お母さんと一緒に2人で暮らしてたっていうところもあって、最低限、必要最低限の家庭力はあるんじゃないかなと思うけれどもね、まあ、なんか効率的っていうところでカップラーメン食べることもきっとあったろうし、うん、まあ、そんななゆたくんはね、さすがのなゆたくんもちょっと引いてる七星蓮のカップラーメン力だった。いや、これちょっと面白いね。これ面白いね。なかなかなくない？年に対してなゆたがさ、みたいな空気になるの。確かに、確かにない、ね、初めてかもしれないよ。確かにね、カップラーメンは恐ろしいね。 いや、いつかちょっとこの二人の料理番組みたいね。うん、うん、みたいね、これね。ありがとうございます。ありがとうございます、続いていきたいと思います。はい、万葉ゴリラさんからの質問です。ありがとうございます。好きな女の子のタイプを教えてください。え、どうしよう。同じものを見て、同じことをして、同じものを食べて、一緒に楽しいって感じたり、美味しいって思ったりできる
そういう人がいいなって思います。あの、那由他君は？そんなもんねえよ。え、でも知るか。那由他君、ずるい。まあ彼はねえ、ないでしょうね、そんなものは。まああるかもしれないけど、そうだね、まず言うことはないね。言いませんよね。でも蓮が結構ちゃんと言葉にするっていうのは意外だった。意外だね、うん、でもなんかすごい同じ方向を向きたいんだね、蓮くん。なんか一緒に楽しいって感じたり、美味しいって思ったりってことは、なんかなんだろう、感覚が似てる人がいいのかな。でも北海道でさ、うん、まあもしかしたらそういう人に出会ったとしてさ、うん、一緒に寿司食べれんねんやで。それは言っちゃダメ。相手がさ、かわいそうだね。なんか美味しいお寿司屋さんあるんだよって言ってもさ、お寿司嫌いやん。僕食べれないっつって。ダメやん、ラッピしかいかん。じゃあこのさ、あの美味しいって感じたりとか、同じところに行ったりっていうのは、うん、ラッピのことなのかもしれない。ラッピに一緒に行けて全部凝縮されてる。チャイニーズチキンバーガーを美味しいって一緒に言える子が好き。そう、ラッピが好きやん、それは。確かにそうだね、ラッピに恋してるやん。そういうことかもしれない。なるほどね。まあでも面白い、もしかしたらそれが音楽かもしれないしね、今はね。そうだね、うん、だから彼は今アルゴナビスのみんなに恋をしているかもしれない。確かに、うん、さあ、はい、ありがとうございます。これはまた面白いですね。で、うん、続いていきますか。はい、ピッ、続いて、よし、次はキュエルさんからのリクエストです。お互いの真似をするのを見たいです。よろしくお願いします。那由他君の真似か。ああ、なんだこの要求は。いきます。七星リ似てねえ。そんなことない、多分。次は那由他君の番。やらねえ。さっきから那由他君ずるいよ。いやー、スタッフさんがついにやったなと思いましたね。これはもう公式生放送の悪ノリの逆輸入でございます。これはよくない。いやー、すごい、ね、年にやらせるなこんなことを。思いっきりね、行こうと思ったんですけど、あの収録前に、ね、前に、あの本当に悩みながら蓮くんはされてますので。本当はね、ブーストで行こうと思ったの。ボカーンって行こうと思ったんだけど、ダメだった。爆発を起こそうとしてた。爆発を起こそうと思って。俺もうそこの確認をし始めた瞬間に、こいつやるなって思ってたの。やっぱり絶対やめろやと思って。ツイッターでさ、あの秋谷ヒロとかさ、あのなんかマニフェストマニフェストじゃなくて、だからその後のマニフェストを形容したかったであろう、なんかね、なんのヘッズンゴーっていうのがあって、そのせいでマニフェストのなんかね、あの代わりの代用紙みたいのがヘッズンゴーになりだしてね。そのね、大変遺憾なんで、ヘッズンゴー流行らせるのやめて。ヘッズンゴーは声に出して言いたい日本語にするのやめて、本当に。いや、面白いですね。あれおもろかったよ、本当に。いや、那由他君はね、真似しませんよ。いや、しないね。でもなんか、うん、もしやったら、うん、なんか蓮の那由他真似よりもなんか似てそう。あ、なんかそうだね。なんか蓮は下手っぴーじゃん、多分、うん、シンプルに、うん、でもなんか那由他はしっかりね、100% やらないけど、やったらなんか似てそう。言いたいことわかる、うん、なんか、ね、伝わる。いつか見てみたい。そこまでね、そう見てそうだ。おー、コメントでヘッズンゴーって書くな。あ、そうだ、うん、番にヘッズンゴーか。どういうことだよ。わかんない。え、次が最後ですよ。お、最後か。じゃあ続いて最後の、はい、いきましょうか。タルトさんからのリクエストです。互いを褒め合ってほしい。はぁ、あ、ふざけてんのか。僕できるよ。那由他君の歌はすごい。熱が胸の中心にぶつかってきて、本当に熱くて圧倒的なんだ。会場の広さなんて関係ない。作詞も作曲も自分でやってるから、那由他君の言葉で。もういい、黙ってろ。んなことは分かってんだよ。お前は他人のことをとやかく言ってる場合か。でも、うん、分かった。次は那由他君の番だよ。ああ。ここまで上がってこい、七星。話はそれからだ。うん。以上、蓮、
ナユタに何でも聞けのコーナーでした。アルゴナビスボーカル担当七星蓮とジャイロアクシアボーカル朝日ナユタでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんたくさん質問をね、いただいたということで、皆さん本当にありがとうございます。いやこれは楽しいね。なんか質問をさ見るっていうのも楽しいけど、なんかやっぱりキャラクターがこう答えるっていう感性を落としましたけれども、皆さんどうでしたか。ありがとうございます。まあこうしてね、皆さんのなんか反応をすぐ見れるっていうのは嬉しいですね。うん、そう言っておきましょう。さあ分かってたけどナユタ逃げるなって彼は、ね、何もやらない。要求されたことはやらないから、指図されたこと何もやらなかったからね今回。確かにふんしか言ってないはい、ということで、はい、ちょっとあのパズル映してもらえます。いやもうね、パズルのことなんて忘れた。忘れたよね忘れました。もう覚えてない。いやあれでもなんかこれ勝てる気がする。でもほぼほぼ同じぐらいの進捗じゃないですかこれ。いや本当に似てるね本当同じ進み方している。いやでもこっからじゃあ行こうよ、最終盤戦ですか。いやもうここがもう本当にあれだよ、あれ分水嶺、分水嶺でもないけど、うん、ここ行こう、行きましょう。やろう。さあ続きますね。さてさて、さあさあさあ、今何時、何時だ今ね。10時過ぎてます。はい、終わり。あの2時間くらい経過してますね。終わりです。誰だ30分で終わるっつったやつ小笠原だ、恥を知れ。いやいいんだよ、そういうね目標を持ってねやることはすごい大事。悔しいな、これ外枠が白なのマッチってマジでだな。どこ、でもなんか全然悔しくない。悔しくあれ、そこはある程度悔しくある。一つずつね自分の今のレベルが分かるじゃん。なるほどね、パズリストとしての、パズリストとして、なるほどね。あ、なるほど、やっぱ難しいんだなって。この一人150ピースですよ、多分慣れてる方だったら一瞬まあきっとそうなんだろうね。でしょ、案外。うわ危ない、破壊するとこだった。危ないよ本当に。今終わりかと思った。あー来た、いたよ君に出会いだったんだって。来た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 。さあ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 、おいしさー、おいさ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 、はい、おいさ、ここら辺じゃない、ここら辺おいさじゃない、これだ、やっと分かった、ここら辺おいさだよ。さあ、はい、おいさ、これも余裕じゃない、わかんないからほっとこいさ、ほっとこいさ、ほっとこいさ、横断歩道が見つからないおいさ、横断おいさ、横断おいさいただきました、おいさ横断おいさいただきました、いただきました。あのね、こういうノリになってくると本当ね番組が適当になってくるから気をつけた方がいいな。やばいよ、確かに我々のこのテンションやばい。確かになんかあれだね、お酒飲んでる時のテンションみたいなね。確かに。でもお酒飲んでる時さ、すごい真面目な話ばっかするよね。あ、真面目というか熱い話をさ二人で永遠としてない。そうだね、うん、そうでもないかな。音楽の話とか、したい話がやっぱたくさんあるし、本当、はい、早くねこの状況が落ち着いたら、うん、またボーカル飲みとかしたいよな。しようぜ。でもね、伊藤さんあんまりお酒飲まんもんな。そうね、もうなんか最近だってもう何ヶ月飲んでないだろう。あ、そんなに。うん、家で飲む。いや飲み倒すかな本当。うん、気がついたら無限になっちゃってる。すごい、人といないと飲まなくて。あ、そう。うん、なんかねお酒を飲んだ後にさ、うん、なんか全部の作業を片付けていればいいんだけど、はい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 、例えば歌いたくなっちゃったとかさ、はい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 、なんかちょっと体動かしたくなっちゃったみたいな、うんうん、ことが結構あって、ができなくなるのが嫌ってこと。あ、でもなんか前それ言ってた気がするな。なんかまあ、でも分かる、もったない気がしちゃうんだよ。か確かにね、そうなの。結構体鍛えてるしね今特に。あー、でもそれでストレス発散してるのかもしれない。あ
まあ確かにお酒はストレス発散法になってるかもな、自分の中で。でも大事だよね、その抜き方というかさ、まあ、やり方によるかもしれないけどね、うん、正しく自分でコントロールできる形になっているのであれば。確かに。あれ、もうどんどん来たな。おい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 、え、いい感じ。そうでもない。いや入ったかもゾーン。あ、入った入った入った、ゾーン入った。やったって。小笠原さん、右上違うよ。違うやん違うやん、ほんとだ。これ勝ったな。気づかなかった、ほんまに。ゼーベー、なになになに、待って、ほんとなんだけど。え、怖い。何が違う、どれから違うんだ。これどこだろう。これが違う、これどこだろうね。これはさすがに合ってる。いや、頑張って頑張って頑張ろう。余裕こきやがって。いや、頑張るんじゃない、楽しもうね。まあ、楽しいんだよ。楽しむのを先にしようよ。確かに楽しんでいくスタイルでいきましょうよ。待って、ここがないんだよね。あ、いたわ、これだ、これか。ヘッズンゴヘッズンゴ、なるほどね。まだまだもう一本。こいつじゃない。ん、今何本ある。 1,2,3。 まだ真ん中に、うん、横断歩道があるんだけど、そこは絶対に、赤くなっていくんですよね。色のグラデーションがあるから。あ、あれ一人で喋ってるわ多分。一応聞いてて欲しかった。あ、聞いてて、聞いてて欲しいっていうか、聞いてくれると嬉しいな。あ、なるほどなるほど、わかりました。喜んじゃう喜んでじゃう喜んじゃうね。あ、でもここら辺こうじゃない。あ、すごい、ね、何なんだろう今さ、うん、適当に選んだピースがさ、はい、適当に選んだ場所に適当にはまったんだよ的確にはまったんだよ、すごいね。運命だよ運命だよ、これは。これ違うか、これじゃない、すごい。いや、でも俺はナユタだからな、運命に頼らずちょっとパズルを完成させないといけないからな。やったってくれ。あー、これか。あー、違うんだよ、すごい。あ、ここじゃん。じゃあ、おいおいおい天才だったかもしれん。天才だな。天才よこれ。ジーニアス。勝ってんもん、ほら。ジーニアス。あのね、伊藤雅宏ね、うん、こういう感じなんですよ。こういう感じなんですよ、本当に。本当こんな感じだよね、いつもね。控え室が一番適当だもんね、君。いや、適当じゃないよ。そう、ジン君がいつもね、脊髄で話ね。そう、脊髄で会話する、この人は、マジで。そんなことないよ。本当に脊髄反射で会話してくる。脊髄反射じゃないよ。たまにパンチしたくなるもん。パンチして調子を戻したくなる。パンチをすんな。ポコンって叩いて。昔の電ね電気。そう、治るからそれで。治るよ多分。それでも治る。これここか。ここっぽいけど違うの？分かる。いや、むしろこっちが正解。ここっぽいけど違うのがマジでいっぱいあるの。こういうことかい。違かった。こっちが絶対違うっす先生。こうか、これ違います。違う、こっちです。こういうことなんです。はい、合ってた。パズルって、いや、あの、ずれて解決しました。ああ、なるほどね。そう、こうじゃないの。こうじゃなかったらどうなの。こうじゃない、こうじゃない。え、わからの。あ、こう、あ、違う。え、こういうこと。待って、様子がおかしいぞ、何やら。待って、僕こういう形なんすよ。なんかさ、ここに来てさ、うん、単色がマジできつくなってきたことない。いや、マジできつい。本当に分からなくない、単色。分かんない。何のためにいるの、単色。パズル君の気持ちが読めない。ついに壁にぶち当たった。壁ぶち当たってるね。でもこういうなんか難しいところからやろうとしてる自分がいけないのかも。ああ、なるほどね。そう、なんか難易度設定を自分で上げちゃってるっていうところがね。そう、なんかもっとさ、こことかの方がまだハマりそうじゃない。だってさ、これ150ピースずつでしょ。でさ、ハマらなかったとしてもさ、全部さ、ここにはめていけばさ、絶対ハマるやつがあるってことじゃん。すごい、すごいね。ジグソーパズルでしらみつぶしをやろうとしてるの、もしかして。革命的だよ、それでいけたら。ここまで来たらさ、もうそれが一番多分早いんだよ。こうだ、
でさ、こういうなんか形ってことでしょ、こういうとこって。つまりなんかすごい惜しいね、なんか悟りを開き出してるの、すごい惜しい、あの人。でさ、こうなってさ、反対とこにするとはまんじゃね。あそこまで来てもう完全に独り言だからはまらないの君、やる気出そうよ。怒っちゃった怒っちゃった怒っちゃったよ。惜しい。あれ、ここじゃないのか。いや、ここでしょ、君ここだよ。来た。ここじゃないとおかしいでしょ。しゃモチベーションをね、上げていかないといけないからね。上げていこう、ジン君も上げていこう。もうこれ戦いというか協力かもしれない、ここまで来ると。お互いにモチベーションを上げ合うっていう関係を構築していく。いい関係だね。なるほどね、仲間だよそれ。でも勝者一人だよシビアだで。確かに、この戦いもうね、俺ね、うん、マジで今調子いい。いいの？めちゃくちゃいい。なんかね、スポスポハマるで。すごいね、勝ったよ。いや、それはちょっと怖いな。え、早くない？いい感じにお腹空いてるやんか。早くない？いや、もうあれ早いね。ゴリ空いてるよ、お腹。だいぶ俺話してない？いや、すごいよ。そう、今お互いにお腹さ、ゴリ空いてるからさ。ゴリ空いてるよ今。なんかあの、それが今ね、なんか持ち目のブーストになってゾーンに入り出してる気がする。え、すごいすごい、これ見えるもん今見える、すべてが見え出した？見えてる。え、もうスケスケよ。あれ、伊藤の脳みそはね、マイペースというものしか知らないみたいでしょうね。自分のペースしかできない。いや、でも大事だから。大事なのかな、自分のペース守って完成させていく、うん、それがやっぱりパズル。パズル、それがパズルか。え、ここ本当に分かんないんだよな。でもこのなんかギザギザのとこね、ここら辺にあるんだよね。どの形こいつだよね、酔っ払い。足がやたら太い酔っ払い。でもさ、ギザギザここら辺にあるからさ、とりあえず置いてみようよ。取れた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 、とりあえず置いてみると、ほら、はまっていくんですよ。あれ、あれ、いいね、足太い酔っ払いがいいね。だからさ、なんでもなんか最初から完璧を求めようとしちゃダメってことっすよ。いたー、ほらほらほら、一個ずつさ、だんだんなんかこれ違うかもって思ってたものがはまったりするんすよねなんか何でも一緒だな、パズルも。それなんか悟り系だねこれ。いや、もうこれ悟り系だよ。対話した方が勝ち。いや、本当にそう思う。多分そういうスタイルが向いてる。あー、かもね。そう、そんな感じがする。何がかもねなんだろうありがとう、合わせてくれて。はい、わかりました。ってやれば、やたらでかいこいつ。どこどこどこ、やたらでかいこいつがいるはず。あ、やっぱ歌、うん、やっぱ歌大事だった説ある。歌大事だった説あるね。こうかな、違う、これは間違っているのか。あ、これは違う、これ間違っている、はめ方が間違っている。あ、待って、ってことはさ、ちょっと待って、落ち着いていこう、落ち着いていこう、冷静にいこう。違う、こういう感じじゃない、ってことはここ、こうじゃない。ほら見ろ、何進めているのか。よし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 、俺もパズルズハイになってきたよ。パズルズハイまあでもあるかもしれないね、パズルズハイね。いや、パズルズハイあるよこれ確実。なんか突然はめられなかったところがさ、うん、超冴えてさ、パチパチはまり出すみたいな現象に、そういう名前ついてそう。いや、なるね、これはまっていく、はまっていく。よし、あ、どこだどこだ。いや、でも俺のパズルズハイね、一旦終わってるかも、うん、マジ。なんか分かんなくなってきた。この線が入ってる、ね、酔っ払いね、その線が入ってる酔っ払いってことはこれか。え、どこどこどこ、なんかすごいここら辺にあるよ、なんだこれ。なんだろう、なんか違う。あ、でも惜しい、惜しいよ。ほんまに方はこれで合ってるはずなんだよな。君惜しい、あ、これもっぽいね、君もっぽいけど、どんな形、線が入った酔っ払いはそれしかいないんだよな。やった、これはここ、それしかいないんだよ。あ、来た、こいつじゃないんだよね、こいつじゃない。すごい、あ、来た、こいつすごくね。え、パズルズホイホイ、今パズルズホイホイ、うん、パズルズホイホイ、ホイホイ来た。え、ここら辺じゃない、この線が入ってる。え、どうせここら辺でしょ、これか、違う。デンレンレテン、パズルってさ、これか、来たってことは、こやつはここだ。え、すごい、楽しくなってきたぞ。これとかここら辺なんじゃないの。まだまだまだ、来た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 、見てみろ進捗状況。え、結構良くないちょっと近づいたことない。確かによく見てみたら
結構互角だった。よし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 追い上げてきたぞ。やだな、待ってよ。でももうここまで、ここが埋まったからあとの線組は全部下に入る。きた。つまりは、このなんとなく影っぽい感じというか、このなんだろう、微妙な微妙な肌色、オールラウンダー、分かんないの置いとこ。そして色別に分けるって教えてくれたから、交わるところ、ちゃんと色別に分けようぜ。ここな、でちょっと赤み、赤みこっち、赤みくん、この形、はい、赤み、ここには繋がらない。でこれも赤み、赤み、赤み、つまりここ、そう、色別に分けるってね、やっぱね、言い訳しちゃダメで、やっぱね、その中でも青は青でもさ、赤みのある青とか、はいはいはい、あ、これちょっとなんか白っぽいなみたいなさ、やつとかさ、なんかいろいろあるじゃん、まあ、そういうのを分けていくと、ね、多分ね、変わっていくんだと。あー、なんか微妙な色の違いあるよね。ね、だんだんやってて気づき始めたよね、うん、これね。なんかここでこの光と影が交わり出してるなみたいなのがある。そうだね、ヒントになるよね。これいいね。ってことはこれはここで、最後の戦略がここにはまる。すごい、一発でハマると気持ちいいね。こいつここって思ったやつがね、そう、ズドンといくと。つまり色が濁りがちなやつは、うん、この内側に入る。だから多分こいつはここに連なるはず。違うな、連なってない。よしよしよし、下に向かうのか、こうか、違うであればこいつじゃないのか。え、すごくない、こいつだ。よし、で同じような色彩になって下にも連なりのいいやつといえばこやつがここに入らず、これか、これ、え、すごくない、え、すごくない、え、今5連続ぐらいで一発なんだけど。マジ、うん、ゾーンじゃん。ゾーンだよこれ。あ、これちゃう、待って待って、ほん、本当になんか勝敗が分からなくなってきたね。やだな、勝つ、これいいよ、俺は勝つ、勝ちに来た、俺は今日ここに勝ちに来てる、勝ちに来てるけど、お前は何、これ何、この線何、この線何、存在せんことない。いいよ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 、存在しないよそれ、しないしないしないんだったらもうお手上げなんだけどそれしない、ゲームオーバー、ゲームオーバーだよそれ。なるほど、横はここだったがなるほどね。こういう形で次はまた酔っ払いくんだ。ここ酔っ払いくん、で光ってるから、どこですか、どこですか、酔っ払いくん、楽しそうだな、あっち、あ、これかな、君はここかい、あ、あれ違うかい、あ、なんか違うかも。あれ、なんかここ違 う、 違う、あれ、でもなんかすごい気持ちよくハマってるから正解に仕上げたい。ここ すげえ喋るじゃんえ、だってさ、なんかめっちゃ気持ちよくハマってるの、ここ。いや、わかるわかるわかる、なんかそんなパチって言ってんのに違うのっていうのが存在するよね。ね、あ、もしかして下の絵と違う、あ、ここ違ったね、ごめんごめん、サイド完成する、サイド完成する、ごめんよごめんよ、外枠埋まった、ここ、よし、こういうこと、あとは線を埋めていく、線、わかりやすい線、あ、いいじゃん、こういうやつ、つまりここら辺に、あ、なんか違うね、あ、でも合ってんのか、待て、これね、一回これで行ってみようよ、これか、多分合ってんじゃない。でさ、これがさ、多分さ、ここに、ん、ここもしかして、え、どこだ、これか、え、これじゃない、君どこ、ここら辺、影アルベア、影、あれ、ん、は、え、むつ、どここれ、いやでもなんかお互いに見えてきてんな、もう終わりが、難しいよ、難しい、これ、これで合ってんのかな、あ、影でピッて、いや、角、角を探そう、角をね、角、角だよ、角、 OK、 これそう、伊藤、俺はあと残すところ20ピースぐらいだぜ。え、早くない、え、すごくない、終わるぞこの番組を終わらせるえ、これってさ、ジン君が終わったらもうあれなの、え、終わりなの、そんなわけない俺は隣でお弁当を食べる配信に切り替わる、マジ見とけ、こっから追い上げられるもんなら追い上げてみろ、ちょっと頑張るわ、見とけ、どれだどれだ、影がチラ見えしてるやつ、頑張れ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 、
何の線横断歩道なんか惜しいね。あ、怒ってる怒ってないダメだよ、怒っちゃう。いや、パズル君にチャンスが目の前にあるんだけどさ、うん、こう一歩踏み出そうっていう鼓舞してる。あ、なるほどね。そう、え、これ合ってんのかな分かんなくなってくるよね、徐々にね。いや、本当に難しいね。あ、気づいた。赤でこの酔っ払い人型はあと一人だけ。ここつまり必然ハマるところが限られている。おお、そこだ。よし、え、終わった？終わってない。え、でももうそろそろじゃん。まだね、まだ無間地獄の片足に片足を踏み入れただけ。この靴のね、かかとに、かかとに、これか、もしかしてこれかな。すごいぞ。違った。これだ、膝を補強するパーツやった膝を補強するパーツではないけど真っ白くんでしょ。かかと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 、こういうこと。あ、こんな感じ。かかともなくね。でもなんか違うんだよな、なんか違う気もするんだよな。安直に行くなよ、七星。うん、あー釣れた。あー、ま、どこだ。ハマったんだけど、マジか。であれば、この色味で、どこだろう、どうやって行ったらいいんだ。なんかここら辺ってさ、絶対ここら辺だよね。あ、え、横断歩道に連なるパーツ。おー、すごいね。え、ってことはさ、ここ違うってことじゃん。え、でもさ、ここにはまるやつってある。来たー。え、別に救急車が来たわけではないんですけどうわー、似てる。やった、やるわ。いえ、いえ、いえ、ひ、ひ、ひ、雑だ。は、雑になり始めた。ひ、あ、やばいやばい、出始めてる本性が出始めてる。いや、その本性ってさ、やめてください、本性を出すの。本性って言わないでください。怖いです。いや、捉え方の問題です。何が本性が。いや、本性っていうねあ、ここか、君らがつ、あ、いや、合ってるはず。いえ、いえ、間違ってるとしたら彼が間違ってる。ききであれば、彼のこの斜め感は、あれ、ここか。いや、惜しい惜しい。パズルに惜しいもクソもないのさ正しいか正しくないかそれだけ。クソざわら、クソざわらやめろクソざわら悪口だろさあ、いや、ごめん謝らんで暗くなってるんだよな、ここで。このね、このね、光の線みたいなのがね、どこに入るのか分かんないんだよな。小笠原さん、右下違うとのコメントがまた、よっしゃー、また違うの俺。いいぞ、なんか言ってたやつが右、あ、違うやん。えらい間違いしてるぞ。ほんとだ違う、ほんとだ。え、え、でも彼は合ってるでしょ、さすがに。これは合ってるだろ。待て、これもし、あ、関係ない。こいつだ、こいつの代わりに入るピースが、なんかすごい惜しい気もするんだけどな。え、何が違うんだ、何が違うんだ。なんかすごい惜しい気もするんだけどな。ここら辺は、あれ、違うね。え、待っていこう。俺、君、こういうやつじゃない。怖い。俺なんか今までの全てがこれから否定されそうな予感がしてきて超怖い。え、なんかずれてる、ずれてるのか、これは。え、もうはま、なんかはめれるとこからさ、はめてさ、数を少なくするのが本当に一番だよね。いや、そうなのよ、そうなんだけど、うん、なんか違う、何かが違う。なんだ、怖い怖い怖い。なんか一個ずれてたら全部違うみたいなね。外枠をリセットしなきゃいけないことになるのかこれ。いや、でもそんなことがあっていいはずがない。この線がマジで何、どこ。おうおうおう、いいぞ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 。この線は一体どこにいるんだ。絵を見せてくれ。ああ、
横断歩道のかけらを探そう。オッケー、これか。そう、横断歩道のかけらさ、結構淡くてさ、うん、淡いんだよ。そう、でも確実に色はついてる。あった、これかな。君返事して。違う、求めてけ返事。伊藤さんはレンの頭の右上あたりが違う。嘘でしょ。右上ってここら辺、めっちゃホリデー。どこ、ここら辺の白ってことかな。時間使ってけ。ちょっと一回ここ話しとこう。分かる、分かる。他のさ、なんかさ、分かりやすいとこからはめてっていきましょうよ。これ番組の最初に指図は受けねえとか言ってた男がもう2回指摘を受けてる。恥さらし。あらま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 。ここか。危ないよ。待って、こんな絵だっけ。これなんかおかしくない、ここ。え、違う、この連なりが違うのか。ここだ。なんかはまんないよ。はまんなくなっちゃった。ここがもしかして、これがこっち、これがこっちで、来た。気合入った。気合の問題だったんだ。ことここにいたって。ずっと気合マックスでやってんだけどね。そうなんだよ、俺らね、気合入れてやってんだよ。そうなんだよ、本気で戦ってんだよ。あ、わかんねえ。ねえ、なんだろう、なんかハマらない感じがすごいな。え、わかんない、わかんないの面白いね。すごい、それもしかしたら下脱かもしれんよ。いや、わかんないって面白いかもしれない。この世にね、わからないことがあることが面白い。ことが面白い。まずいな。あ、でもハマりだした。え、でもさ、ここわかんないじゃん、自分。じゃあこれここじゃん。じゃんね。ちんくん、てんくんの左も違うそうです。もしかして終わり。やばい、ここ、まあ、多分この白が違うんだと思うの。あ、この白さ、そこは選択肢いっぱいあるからちゃうよね、多分。ここ一回外しとこう。ここ外してさ、ここら辺多分合ってるじゃん。ここら辺から叩いていこう。さあ、俺もう赤いピースがね、うん、残り3つなんだよ。え、すごくない？で、そのどれもがね、うん、ほぼ同じ色で同じ形。いや、この中どっかに行く。これ終わらない気がする。ちょっと待って、俺は先に行くぜ。え、どこから探す？これはここだ。ほらね、で、じゃあさ、これ、待って、ここ違うかも。これに関してはマジで違いゼロ。やばい、ゼロです、こんなものは。なんか形の差もね、多分これはここ。ここか。違います、違います。ハマるな、分かったから。違うのか、こっちかな。これ、きた。あ、違う。やばい。よし、残すところ白ピースだけ。やばい、終わんない。こっからもう一つ一つ確認。終わんない。ざまみろ。どうしよう。お弁当は俺がもらう。さあ、まずは人型とパンの、ここが違うんだよ。パンのピン型に分けますと。で、これ待って、分かるとこから行こう。こっち側の方が大きい感じのパンのピースの、分かるとこがもうねえんだよね。こいつです。どうする。違うんかい。はまるなって。どうしよう、こっちかな。じゃあどっから行こう。これで、でこれは比較的なんか均等な形のパンのピースだから、か、ね、多分君は、ね、ここに、ね、入るはずなんだよね。ほらね。で、やばい、分かんない。なんかここも違う気がすんな。これってなる と上もわからない。なんかここも違う気がする。これここじゃない。やばい、ちょっと一回外そう。ちなみに君は。俺もうなんか当てずっぽうタイム入ったよ。いや、当てずっぽうタイム、これ入るよ。君は入らん方がいいんじゃないの。いや、なんかね、もうね、これね、わかんないね。あ、でもここにまた、あ、でもさ、酔っ払いってなったらこれしかないよね。あ、でもこっちにいっぱいあるのか。酔っ払いたくさんいくから、やっぱ。なるほどね。なんか違う。じゃあ君か、ここは。ねえ、君だ。やっと見つけた、これを。運命のピース。運命のピースを。
人型タイム入った。待って、これさ、人型に関してはマジで違いがさ、ミクロじゃん、形違わんべや。何これ、どれ入れてもいけるよ多分。わかる、その気持ちわかる。そうでもないの、全部同じじゃん。なんでその選ばれたピースがあるのかわからない。こう、あ、いいねいいね、気持ちよくなってきたね。入るけどさ、ハマってんのかがわかんないのよな。あ、これはさすがにちょっと違うかな。あ、これ違う。待って、絶対白じゃん。白で、でもここさ半分あれでしょ。なんか違う気がする。え、こういうことでしょ。こういうやつがさ、ここにはまればさ、なんかぽくない？でもさ、これっぽいよね。でさ、またさ、同じような感じでさ、こういうのが来るんでしょ。え、これ思ったんだけどさ、あれ？皆さんありがとうございます。左の端っこが違うって。左の端っこってどこ？どこ？左の端っこ。絶望してんな。ここ全部端っこなんだけど。これさ、やばい。やばいよ。終わった。終わった。あ、わかった。ここじゃない？リセットした。このさ、線がさ、ここにさ、はまるとさ、気持ちいいよねっていう話だよね、皆さん。ありがとうございます。はまった。これピースがさ、形がさ、すごい、あの違いが微小すぎてさ、ものによってはこうやってる人はまっ、何？不正解なのに気づかないまま完成させてることとかあんのかな。でもさ、自分これ一人やってたら絶対そうなるんだけど。多分そうだよね。でもさ、正解もわかんないしさ、これ結構なんかありそうだよね、そういう事例。いや、なりそう。え、もうハマるってさ、ハマるにはハマるんだけどね。パズル完成するじゃん。はい。それどうやって固めんの？糊。嘘でしょ。え、じゃないの？なんかそんなイメージある。糊で固めんのこれ。水糊みたいのをなんかバンに敷いて、うん、あ、その上にこれどうやって乗せんの？わかんなくない？え、パワープレイ、もしかして？ブキシめちゃくちゃ嘘でしょ。よし、できた、せーの、バーン。バーンなんで？それだったらめちゃくちゃ面白いけどね。どうやってやんだろう、確かに。え、どうすんだろう。あ、こっちかな、こっちだったのかな、もしかして。What? Let it go. あれれれれ。はい。え？完成したと思います。すごっ。小笠原。え、これって。やったー。あ、これ何ですか？あ、ジョジョ園の焼肉弁当食べていいんですか、こんなの。僕お腹空いてたんですよね、この時間になって。コンペイトーで対抗すな。勝てない勝てない。コンペイトーも素敵だけどね、勝てない勝てない。いや、俺ちょっと、あ、しかもね、これあれですよ、あの紐な、なんていうの、あったかくなってるから、やっぱりね、ほかほかのお弁当をね、食べさせていただきます。もうなんかそのありがとうございますとか、できた、やったっていう喜びのコメントをする前にもうね、開けて食べようとしてるもんね、今。体が勝手に。お腹空いたよね。いやー、いいなー。お疲れ様でした。どんなになってるの。見て見て、こういうね、こういうね、お肉がね、うわ、5切れダーンってあって、で、付け合わせでね、ちょっといろいろお漬物があったり。一番高いお弁当だって、ジョジョ園で。本当に僕、あ、しかも見て、キムチが入ってる。うわ、キムチが入ってるでございますよ。うわ、匂いだけ嗅いとく、キムチの。いいのいいのいいの、キムチの匂いだけ嗅いとく。どうぞどうぞ。あ、もうね、最高。でもこれだけで満足するぐらい最高。上場園で使われてるキムチですから、こっちは。すいませんね、いただかせていただきます。すいません。あっさあ、こっからはもうご飯番組の俺さ、さっきからさ、なんでもないや。いや、いただきます、すいません。あ、なんか皆さんね、まだご飯まだの皆さんはね、ちょっと飯してるかもしれないですけど、ここにいます、ここにいます。関係ないから、君はコンペイト食っとけ。いただきます。やった、肉が柔らかいですよ、ほらね。あ、ご飯もね、焼肉のタレしみしみで、
もうね、その咀嚼音だけで面白い。じゃあちょっとお肉でね、ご飯巻いてね、食べさせていただきますかね。いただきます。あー、取っちゃった。なるほどなるほど、なるほどなるほど。見て見て、こっち見て。なんかあの告白罰ゲームでもっとひどいことすればよかったここに来て蘇る。ここてあめっちゃいい匂いするね。うまい。しかもね、今気づいたのが、このタレをかけてお召し上がりくださいって書いてあったのかけてなかったんだけどさ。でもかけなくても美味しいよ。そう、かけなくてもうまい。これお肉の力ですよ。これってジン君が終わったら終わりじゃないですよね。ん、何が終わりじゃないよ。伊藤が終わるまで待ってくださいますか。皆さん終電大丈夫ですか。待って、そんな時間なの今もしかして。まだね、10時40分です。はあ、まだ10時40分かじゃあ全然大丈夫じゃないいけるいける。なんかすごい学生時代を思い出す。何がこの感じ。あ、部室に残ってみたいなね。いや、そんないいもんじゃないよ、居残りだよ。あ、居残りか。そうもうすでに苦行になりだしてる。あの赤点ギリギリの、これなんだ、なんて。あら、見てください、下ケアで息きれい。ブレオグレープミントまでついてますよ。これすごいですね。アフターケアまでしっかりなんですから。もう僕はもう、じゃあちょっと最高の夜ご飯タイム今から楽しませていただきますね。あ、いいのかな、こんな、こんな時間に食べたら太るぞ。確かに時間考えるよ。でも食べちゃ、でも食べちゃ、ごめんね伊藤さん、本当はそのね、勝っても、まあ、この時間だから食べなかったかもしれないけど、俺食べちゃうから。なんかさ、こんなに嬉しそうなジン君の顔初めて見たかもそんな幸せ感じる？感じるくそめお腹空いてたもん。いや、お腹空いてるよ、空いてるけどさ、ま、プラスやっぱりこのジグソーパズルの爽快感はあったね、うん、いや、ほんと？やっぱシンプルにやっぱ楽しかったからっていうのもあるんだけど。いや、まあ、ただ今ね、なんかね、いや、頑張れ頑張れ、これ絶対ここ違うわ。そう、見直してさ、これ違うんじゃないかなっていうところがさ、うん、まあでも、まあ、合ってんのかな。最後の外枠がやっぱ気になる。その形がちょっと違うけど、ゴリ押しで入れちゃえてるんじゃないかとか。はい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 。わかんない。もう、うめえ。あいつだけには邪魔されたくないね。待って待って待って、何かが違う。大変そうだな。これ一生終わんないんじゃないかな。なんかね、一個ハマるとね、一個間違えてんだよ。うん。どこだ、どこだ。伊藤君何やってんの？あ？夜ご飯。何？夜ご飯あるのに。あるね。何やってんのそれ。あ、パズル。うん。あ、そんな趣味あったんだ。そうそうそう、悩むの好きでさ。あー、結構昔からパズルやってたの？そうね、たまに時間あるときにね。あ、そのジョジョ園のお弁当そっちの気にしちゃうぐらいやっぱり。そうね黙んねえよ本当に黙…あ、来た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 一旦 CM 行きますアルゴナビスフロムバンドリアニメーション。ジャイロアクシアボーカル朝日奈由太だ。ジャイロアクシアファーストシングルスキャッター発売中。何が立ちはだかろうと、自分の道を進むだけだ。バンドリから生まれたボーイズバンド、アルゴナビス。サードシングル星が始まる、ブルーレイ付き生産限定版にはアルゴナビスゼロライブセレクションを収録、好評発売中。諦める運命じゃないよね。まさかのですね、ここで
ギャラリーアーモ特別番組ジグソーパズルを完成するまで帰れませんがですね、うん、終わりを迎えて、おい伊藤がポンコツすぎて番組名に逆らう、番組内に終わらなかった、おい帰れませんなんだから、あ、でもそうか、この番組が終わった後もうこれをやらないと帰れないってことね、居残りをしないと、なるほどね、多分いけないので、ちょっとね、そうか、そう、確かに僕らに課せられたのって番組、うん、これが終わるまで番組が続くじゃなく、番組これをクリアするまで僕らが帰れないっていうだけだったの、帰れませんだから、そういうことね、でもすごいジン君はさ、その初挑戦で見事、まあ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 楽しかったっていうのもありますけどね、やっぱなんか性に合ってた、性に合ってた、うん、好きかな結構ジグソーパズル、すごい、でもこれってもともと元絵がパッケージみたいなのに書いてあって、うん、それをまあ見たり見なかったりしながらやるわけじゃんか、うんうんうん、だからまあ途中でこれももらっ完成ももらったけど、うん、まあ普通のやり方をしてクリアしたわけやん、すごい、だからなんか普通にこれは楽しい趣味になるものかもしれないなって思いましたね、うん、僕はこれから、パズルを買うときはですね、完成したパズルを買いたいと思います、いやだパズル買うなよそれ1万円を買えじゃパズルでこう分かれてることに意味があんなら、あたかも自分で作ったかのように、なるほど、ね、家に飾りたいと思います、こすすぎるということで本日ね、あれですね、スーパーチャット、あーそうだね、投げてありがとうございます、た方もたくさんいらっしゃいます、ありがとうございます、ありがとうございました本当に、いや改めましてね、うん、こちらがですね7月4日土曜日の、うん、土曜日開催のバンドリー&スターライト展イギャラリーアモニで、うん、ね、このジグソーパズル完成したものが公開されますので、ぜひご覧くださいませ、この後頑張ってね、この後頑張って完成させたいと思います、ちなみに今日含めていろいろなんだろうな、グッズも、ね、紹介させていただきましたし、うん、たくさんね、うん、タンブラーとかね、ナヨタのねやり取りとかも、うんうん、やらせてもらったんですけど、いかがでしたかジン君、いや楽しかったし、なんかこういう何か一つの目的を、うん、まあなんて言うんだろう、ゲームでやりながら、うん、こういう質問だったりとか商品紹介だったりとかっていうのをやっていくのって、またなんかこの番組的には新しい挑戦だったから、うん、なんか楽しくやれたし、なんか他のみんなにもこの苦しさを味わってほしいなと思いましたね、僕はとても、そうだ、ね、声ちっちゃすぎるだろ絞り出すな、そうだ、ね、まあ楽しかった、伊藤さんはどうでしたか、いやですね、どうでしたかというかまだ完成してないですけど伊藤、そうなんですよ、ね、そもそもね、いやマジでそれ完成させてもらうからね、番組終わっても、でもさちょっとさ、はい、アルゴチャイロ10人いるわけじゃない、はい、一番さ伊藤こういうのできなさそうじゃない、あーまあそうね、みんななんかすごいできそう、こうちゃんがワンチャンできないかなっていうイメージあるけどね、あまあでもなんか不得意そうだなって感じはするよ君からは、なんだろうね、いや分からん、なんでしょうねこれ、なんかパワーを感じんだよね君のオーラからは、なんかいざとなったらなんかパズルのピースを変形させてやろうみたいななんかねそういう削るの得意かもなんかね目の奥からそういうね静かな狂気を感じるんだよ、静かな狂気ってやめなさいでも完成してないですけど、うん、今日はねギャラリーアーモ10についていろいろ紹介できましたし、うん、コンペイトー本当に美味しいです、いやコンペイトーはね、もう全然お弁当なくても全然いけるくらい美味しいのであそんなに食べていいよじゃあ、ん全然隣で食べて、もう全然ぜひおすすめです、 ね、そしてねもう本当に本当はねできたっていうとこお届けしたかったんですけど、最後まで長い時間お付き合いしていただいて皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございました、この後、はい、番組終わった後、うん、僕がちゃんと監視してですね、はい、で彼があと数ピースでできるみたいな雰囲気になりだしたタイミングで、うん、僕がスマホで動画をちゃんと撮ってね、証拠を残し、ツイッターに上げますので、うん、そうします、ここまで終わって、 あとじゃあスタッフさんやっといてくださいっていうのはないので、そうダメだよ絶対そんなことない、ちゃんとやるまで帰りません、帰れませんやばいね、でもさ、はい、言ったじゃん今スマホで撮るって、はい、
後悔すると思うよ。後悔すると思うよ。終電逃すよ。そう、終電ワンチャンスなんだよな本当に。怖いのよ。俺も怖いから、もうさっと終わってさっと始めてほしい。まだ。またね。一旦小休止挟むわ。そう、小休止挟むな。いやいいけどね。いやマイテンポで行く。マイテンポで。マイテンポで行くな。俺の終電もかかってんのみたいな。楽しみながらが大事だから。まあ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 ね。というわけで。はい。ということでね。それもちょっと皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということでね、長い時間ありがとうございました。はい、それではお送りしましたのはアルゴナビスボーカル担当七星蓮役の伊藤正浩と、ジャイロアクシアボーカル担当朝日奈由太役小笠原仁でした。なんで名前が迷ったんだ。何度まだ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。楽しかった。またね。次は1000ピースだね。無理。無理無理。行っちゃった。無理無理。